こんばんは。こんばんは。底辺生主でーす。どうも。底辺でーす。やばいよ。金がないよ。助けてくれ。ヘルプミー。3月絶不調ですよ。ヘルプミー。ヘルプミーです。ヘルプミー。フルフリ、フルフリってなんかアクセスすごい集めてたんで、なんなのあの子、なんであんな集めてんのアクセス。見てない。どうしたの。なんかあったの。FX でやらかしたの？何があったの？どうしたの？千何人集めてたよね。すごいよね。え、何やらかしたの？え、何？飯馬なの？みんな。何があったんだろう？全然わかんねえわ。教えて、もしよかったら。何があった？どうした？すごいことになってるね。はい、こんにちは。神楽さんいらっしゃい。泣いてるじゃん。どうしたの？何があったの？何があったのこの人。、うん、どうしたんだろう。3日で200万消して最近失踪してたんだけど、今日戻ってきて花火1000発以上くれって言ってる。え、何？何？レバレッジで借金背負ったってこと？アホだな。え、何？この人、フルフリっていう人はさ、もともと、何？強い人なの？ FX とか。200とかしたの？ふわっちの金と、リスナーの金と、親の金、クレカ、総額225万、3日で、才能ねえな。アイカ、風船ありがとう！助かるぜ。ありがとう。ちょっと俺も今月ピンチなんで、ちょっと愛のアイテムお願いします。愛のある。ゼロにした。やば。まあ、大丈夫だよ。たくみさんワード2。まあ、死にや死ねえよ。うん。200万ぐらいどってことないでしょ。200万でグダグダ言ってたら、配信者できないから。ホームレスで底辺になるまでやらないと。ホームレスで底辺になって地獄見るまでやらないとダメですよ。地獄の地獄の底まで見ないと。乞食配信増えたね。乞食配信増えたって俺のこと？俺全然乞食、初乞食だよ。うん、初乞食だよ。もうくれって堂々言ったの。風船5個ありがとう。あいか、ありがとうよ。神楽、私のこと覚えてくれてます？覚えてるよ。結構コメント打ってくれてるぞ。どうした？ FX の最大手なんだ、フルフリは。へえ。ニコ生で買って調子こいてふわっちであぶく銭にできた瞬間負けた。へえ。マジか。ハゲ芋って何？腹ペコ大魔王さんいらっしゃい。どうしたのハゲ芋って。うん、おー、ブハさんありがとう。ブハさん28発花火ありがとう。はい、風船ありがとうございます。風船ありがとう。サンキュー。助かるぜみんな。マジで助かるわ。本当ありがとう。ありがとう。いや、嬉しいよ。
マジで今月厳しいからちょっと最後の追い上げさせて。サクラマンスカイさんフォローありがとう。カブニートさんフォローありがとう。西田さんフォローありがとう。アイカ風船5個ありがとう。ハゲイモ王子？誰ハゲイモ王子って。俺全然そんな話してないんだけど、ちょっと待って、文脈が全然わかんないから、いきなり来てハゲイモとか言われても、何の話か全然わかんないから。うん。何の話よ。どうしたみんな。焦ってるのか。もうとにかくあの応援してくれる人、ちょっとほんと気持ちでもいいんで、あの僕に価値をつけてください。アイカ風船5個ありがとう。アイカ風船5個ありがとう。ゲンナムじゃなくてアイテム投げれなくてなんか罪意識がある。今すぐアイテムを購入していただけると僕はよろしくお願いします。うん、小じきですよ小じき。うん、小じきと呼ばれてもいいんだよ、俺はプロだって言い張るから。小じきの何が悪い、頼む本当に助けてくれ。こじきと言われようがいつかリングでユイガを潰せ。いやユイガさん逃げてるからね。なんかユイガさんグダグダ言ってんのちょっとどうかと思うんだけど。ありがとう風船みーすけ助かるわ。風船50個ありがとう。ありがとうみんな、みんなありがとう。いやリングで潰せっていうかさ、なんかもう逃げたんだったらグダグダ言うなよ。まだ捨て頃のこと言ってんのあの人、マジでかっこ悪いんだけど。だったらリング出りゃいいじゃん。だったら自分で企画すりゃいいじゃん。どんだけ配信集まるんだよ配信者。うわブハさん超ありがとう。ブハさん100個ありがとう。アイカ5個ありがとう。いいね、愛されてるね。超助かるわ。クミタンワド2超助かるよ。もうやばいよ、旅の前なのに金が全然ない。いやーナイス。バーガーありがとう。はい、バーガーありがとう。いいね、愛してるよ。はい、クミタンバーガーラッシュありがとう。センキュー。バーガーありがとう。バカザイス、バカザイス、いいね、いいね、いいね。はい、バーガー5個目ありがとう。いいね。うん、ステコロチケット手に入れて5万円つな？クソ？え、なに？ステコロチケット手に入れたの？できんだよ、ゆいがさん。バーガー6個目、7個目、ありがとう。ありがとうございます。え、ステコロ、何言ってんの？できんだよ、ゆいがさん。普通にあれだよ。追い出されるよ。それ、便所太郎さん言ってるからね。あの、入れないよ。できんですよ、ゆいがさん。どの面下げてくるつもりなんだろうね。風船5個ありがとう、アイカ。サンキュー。助かるよ、みんな。初見さんいらっしゃい、しおりさん。しおりさん初見じゃないと思うけど。うん。いや、助かるぜ、ほんと。ありがとう、みんな。俺の生活を支えてくれ。今、え、200円しかないの？やば。俺よりやばいじゃん。マジか。結構しんどいね。どうやって生活すんの？米とか食い物とかあんの？大丈夫？なんか心配になるわ。出禁の意味分かってないのかな？なんでそんなことできるんだろうね。なんでさ、バックレタとかさ、約束を保護にしたイベントに参加しよう、客で来ようと思えるんだろうね。今日ふわっち始めました。あ、そうなんですか。ほう。今いくら？あ、俺？今のアイテム総額？今119円です。足りない足りない。100円稼いだ。ありがとう。カブニート2個ありがとう、風船。金曜日、明日で退職。うん、明日で退職。うん。やべえな、100円しか稼いでないよ。花火ドカン。花火全然見てねえよ、俺。卵10個買えたからすげえ生活だな。卵10個で大丈夫なの？だ、本当に大丈夫？なんでそんなお金なくなったの？浪費癖があんのかな？どうした？いや、来た！バーガー50個！いや、グッ！ブーハー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 ！ありがとうございます。カブニート5個ありがとう！来た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 、これ。ありがとうみんな。ブーハー！ブーハー！いいね。今いくらだろう？ありがとうみんな、超助かるぜ。300円来た。373円。いいね。いいね。大好きだよみんな。
花火あと1680発。そしたらもう目標達成だから。もう花火1680発行こう。花火1680発。久々に企画やる？あの地獄の聖剣好き1万回配信やる？俺が号泣して腕が上がらなくなったやつ。花火一発につき聖剣好き10回。地獄の企画やる？もう俺もう体張るよ。え、知らないの？ FC2 の時に聖剣好き1万回やるっていう配信やったんだけど、もう6000回ぐらいから記憶が飛んだんだよ。うわ、超ありがとう。来たー！腹ペコ大王来たー！ありがとう！来たー！腹ペコ大王大好き！はい、花火一発目！ありがとう！バーガー10個ありがとう、マーさん！ありがとう！あー、サンキュー！嬉しいよ！アイカ5個ありがとう！聖剣好き1万回やったの？ネテロ会長のやつ。1週間腕上がんなかった。うぃー、青じいらっしゃい、若津。うわ、来たー！おーい！リアモロありがとう！うぃー！来たー！ありがとう！大好きだよ、みんな。ありがとう！うぃー！来たー！ブハー！ありがとう！カブニート5個ありがとう！大好きだぜ、みんな。うぃー！これがふわっちだよ、みんな。これがふわっちだよ。ありがとう！いやいや、もう、ありがとう、みんな。いいよ、気持ちで。かぐら、金ある時でいいから。金持ちに支えられてっから、俺。うぃー、ありがとう。サンキューブハー、リアボロー、腹ペコ大魔王。資金必要っすよ。いいね、いいね。超いいね。いいね。あ、まーさん、初見なのにアイテムくれたの。超嬉しいわ。ありがとうね、まーさん。新しいフォロワーさん、まーさん、フォロワー、ありがとう、フォローありがとう。いやー、助かるよ、マジで。マジで助かるよ、本当にありがとう。和道さん、大手に挨拶回りしたけど、反応くれたのはジャガイモだけでした。ジャガイモ大手じゃねえだろ。あのね、バカのシンさんね、あんまり、その、配信の挨拶回りって意味ないよ。自分が配信したから、なんか挨拶するってあんまり意味なくて、そうじゃなくて、その配信者と普通にコメントで友好な関係を築いて、普通に見てくれる方が絶対いいと思うよ。なのに、私配信始めたんですっていきなり言われても、え、だから何なのってなるじゃん、絶対。そうじゃなくて、普通に3日間ぐらい、あの、配信でやり取りして、実は私も配信者なんです、みたいなのが一番綺麗だと思うよ。意味のないことに意味があるのです。いやー、顔を覚えてもらうのは大事だから、挨拶回りは大事だけど、そう、配信始めましたって言われてたりとか、見に来てくださいって言われても困るよ、正直。俺は困る。多分ね、それはね、あの、閲覧が取れるようになってきたらわかるけど、配信者ってね、結構忙しいんだよ。自分の配信目いっぱいだから、面白かったらみんな見に行くよ。来たー、アイカー、風船5個ありがとう。俺頭良くないよ。あの、俺は頭良くない。うん。それは自分で自覚してる。俺より頭のいい人なんか腐るほどいるのよ。そう。頭良くないよ、俺は。それは全然だよ。うわ、来た、ブロリー。バーガーありがとう、ブロリー。おい、カブニート、風船5個ありがとう。ブハー、バーガーが30個ありがとう。そう、配信したら同業者だから。そう。で、バーとかやってる人だったらわかるけど、経営やってる人だったらわかるけど、同業に挨拶するときってすごい丁寧にやんの。例えば、飲み屋のオーナーが飲み屋に挨拶回り行った時に、隣のお客さんに、何やってるんですかって言ったら、バーの店主やってますって言ったら、名刺切る時にバーのオーナーに絶対言うもん。すいませんって、あの、名刺切らせていただいてもいいですかみたいな感じで。そう。だからね、あの、営業はね、やっぱ嫌われますよ。あー、来た来た来たやー！ブハバーガー30個、バーガー30個、バーガー10個ありがとう。いや、私よりっていうか、俺は、自分より全員が能力高いって思ってて、その、俺はいろんな人からいろんなことを学びたいのね。例えば、その、人よりも、その、なんだろう、経験してることってあるじゃん？だけど、実は他のことで言ったらみんなも同じぐらいの年齢生きてたりとか、俺より長く生きてる人とかさ、あの、俺よりキャリアがあるわけだよ、他のことで。だから俺は全員師匠だと思ってるよ。いろんな人から学んでいきたいって。じゃないと自分が成長しないから。うん。だから、俺は自分より頭がいいとか悪いとかってあんまりね、人生で関係ないよ。うん。
人に好かれたりとか金持ちになったりとかって、その頭の良さじゃないんだよ。おい、風船5個ありがとう。そう、頭がいいから幸せとは限らない。うん、まあ、頭が良かったら有利なこともあるけどね、いろいろ。あるけど。うん。でも、お、来た！ありがとう、まーちゃん！まーちゃん！花火ありがとう！初見なのにありがとう！ありがとう！うわ、超嬉しいわ。何これ？久々なんだけど。両々の良さとかね、あと女は愛嬌だよね。男もそうだけど、笑顔がすごい大事だと思う。うん。笑ってる人には福が来るって本当だよ。うん、だからね、頭が良くなくていいんだよ。足が速くなくていいんだよ。力強くなくていいんだよ。笑ってる人が強いよ。いいよいいよ、気持ちいいよ。おい、ブロリー、風船100個ありがとう。なんだよ、めちゃめちゃ優しいな。みんな大好きだよ。なんかこういう時しみるよな。もう今月ほんと辛かったから、リスマーも取れね、ずっと取れなかったし、アイテムもなかなかあれだったから、ちょっとね、苦しい時にこうやって支えてもらえるとほんと嬉しいわ。愛してるぜ、みんな。チヨこんばんは、楽しんでて。ちょっと今おねだりしてます。みんなにおねだり枠です。風船5個ありがとう。そう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 、あの、いいんだよ、無料で見てもらえることも応援だ、応援だから。コメント書くことも応援なんだよ。そう、全員にアイテム強要してるわけじゃないから。ちょっと生活に余裕のある人とか、ちょっとお金余ってる人とかが、こう、もらえると嬉しいなって思ってるだけだから。アイカー、5個ありがとう。カブニート風船5個ありがとう。そうそうそう。余裕がある時でいいよ。うん。余裕がある時でいい。余裕がある時で。気持ちでいいの、本当に。本当にそうなの。うん。だけど、この放送が成り立ってるのは、やっぱりそのアイテムくれる人だから、なんかその、なんつうの。そういう人に対して、こう、感謝みたいなのは忘れないでほしいけどね、無料で見てる人は。そう。あくまでそのスポンサーさんのおかげで俺は成り立ってるから、この放送が。あいか、風船5個ありがとう。サンキュー、みんな助かるぜ。ありがてえ。マジで。お、ちょっと待って、花火4発上がったから。いいね、いいね、いいね。いいね。稼ぐぜ。和道を伝説の配信者にしてくれ。俺よく考えたらデイリーランキング1位とか1回も取ったことねえんだよな。1回でも取ってみてえな、デイリーランキング1位。いくらぐらいでデイリーって1位になれるんだろう。昨日のデイリー見てみるか。アイラが13万円か。結構稼ぐな。1日で13万も稼ぐのかよ。化け物だな、本当に、アイラ。すげえな。アイラってやっぱすげえんだな。おい、来た！ブロリー！ありがとう！風船100個ありがとう！サンキュー！いやー、助かるぜ、マジで。普通のトークもやるからね。全然、あの、ありがたいか。ありがたい、本当に。ちゃんと気になることとか全然拾うからね。普通にトークもやるからね。安心してね。こじるだけじゃなくて、ちゃんとトークで返すから。今日銀行に400円下ろしに行こうとしたら、ゆうちょに1000円あって助かった。おー、いいね。風船4個ありがとう！サンキュー！女の方が有利だけど、女の人は寿命が短いから。正直40になって花火上がんないでしょ。なんだろう、綺麗な人でも30代とかでしょ。もう女の人は寿命が短いのよ。男はじいさんになってもいけるから、その、なんつうの、長くいけるからね。そこはね、あの、なんつうの、有利不利ってあると思うよ。女の人は瞬間的に稼ぎやすいんだよ。うん、旬な時は。男は息が長いから。だから、生涯年収で言ったら男の方が稼げるじゃん。女の人でトークだけでやってくのは結構厳しいものあると思うよ。ブハさん、風船50個ありがとう。いいね、今日すげえな。風船50個2個目ありがとう。風船ラッシュ、ありがとうございます。いいね、いいね。だから、なんだろう、女男だっていう、まあそれぞれあるじゃん。俺は顔不細工だからとか、あんま言い訳しないことだよね。自分にできることを一生懸命やって、みんなが喜んでくれることをどれだけできるのかが配信者だと思ってるから。か細く長くとは違う。まあ男でもがっつり稼ぐ人はがっつり稼ぐだろうけど、うん、うん、配信サイトはなくならないと思うよ。仕組み上、配信サイトが全部なくなるなんていうことは絶対ありえないと思う。それってなんだろうな、うん、なんかゲーム自体が世の中からなくなるみたいな話に聞こえる。俺はテレビが世の中からなくなるとか結構暴論に聞こえちゃうかな。このアカウントで佐野さんアンチと対マンしてきましたが、
佐野さんは泳がせてくれた素晴らしい配信者です。さすが和道さんの師匠ですね。次は本物と本物とバカ元に突っ込んで最後は石野に特攻して玉砕します。なんだろうな、なんだろう、目立てばいいってもんじゃない。リスナーがや、バカのシーンさんがリスナーをやりたいのか配信者をやりたいのかどこかだと思ってて、なんだろう、俺はそのなん合にいらば合に従えっていうのはすごい大事だと思ってるのね。で、画を通すとやっぱ配信者はやりづらいと思うんだよ。だからその配信サイト、まあその配信者によって、なんだろう、こういうコメント打ったら楽しめるっていうのあると思うから、あのそれで自分のお気に入りの配信者を探すのが一番いいと思うよ。なんか合わない人と戦っても全然しょうがないと思ってて、和道さんリスナーでこれ捨て垢です。あ、そうなんだ、 ありがとう。本垢は何なの？なんかね、やっぱりね、その、なんだろう、アンチコメントがあって面白い放送とかもあるんだけど、基本的に俺の放送は即風呂なの、アンチリスナーは。もう、なんつうの、俺がそのトークやりづらくなっちゃうから。だから、なんだろうな、楽しみ方、この人の楽しみ方、この人の楽しみ方みたいなのを見つけるのが結構リスナーは楽しいんじゃないかなと。もしくは合う合わないで決めちゃうかっていう。そうそうそう。なんで玉砕覚悟で特攻しようとしてるのか俺にはよくわかんないっていうか。なんか普通に楽しめばいいじゃんって思っちゃうけどね。アンチじゃない。和道の放送ではアンチいらないかな。俺の放送は、なんだろう、俺がね、ネタっぽいことをやってる時とかは、もうコメントを読まないスタイルの放送をたまにするんだけど、その時はアンチ気にならないんだけど、俺基本的に対話型のスタイル、おー、大丈夫かぐらちゃん。200編しか持ってないのに。かぐらちゃん、風船100個ありがとう。この風船100個は俺大事にするからね。残り100円しかないじゃん。大丈夫ありがとう。自爆はダメよ。ありがとうね、かぐらちゃん。でも、あれだよ。自分の生活を切り崩してもダメよ。メロンワード2。今日は、こじこじしてます。珍しく。ワードをこじこじです。ちょっと月末に向けて、あと2日しかないし、ちょっと目標達成ね、しないと。お、もっこりおじさんワード2。スライムの T シャツかわいいね。いらっしゃい。ハート10個来た！ハート10個！ブハさんありがとう！ブロリンさん、風船100個ありがとう！うい、つかすちゃんいらっしゃい！ブハさん、ハート10個プレゼントありがとう！ありがとうございます。いや、助かるぜ、みんなありがとう！ハート10個ありがとう！おお、すげえ来た！もっこりおじさんから風船500個いただきました。ありがとう。ブハさん、ハート10個ありがとう。素敵だから嬉しいな、そう言ってもらえると。ありがとう。おい、風船じゃない、ハート10個ありがとう。センキュー。いやー、マジで嬉しいな。囲われてるな。囲われてるね、今日の俺は。輝いてるよ。囲われてますよ、僕。今日はすごいね、なんかね。景気いいよ。ありがとうみんな。塵も積もれば山となるんですよ、本当に。いや、めっちゃありがたい。本当になんかね、いいね。いい空気が流れてるね、マジで。ありがとうみんな。いや、夢見させてよ。一人の男の人生を変えてみようぜ、今。一人の男の人生をひっくり返してみようぜ。伝説のこそ伝説。ありがとうみんな、アイテム。サンキュー。いいね。俺はいつかやる男だから。配信で億万長者になる男だから。配信で億万長者になったら、ねえ、夢あるよね。俺配信に骨うずめるぜ、この世界に。大好きだからね。いやー、助かります。ありがとうございます、皆さん。すげえアイテム。直球っていうのもたまにはいいよね。でも前から予告はしてたね。もう本当に、困ってる時は本当お願いしますって言うっていうか、貪欲に行くって決めてるから。ちょっと噛み合ってなかったけど、
スタイルはね、バッチリ変える。もう俺は配信で食っていきたいし、配信でゴリゴリ稼ぎたいし、とりあえずまず月収100万を達成することと、次は億万長者になることだから。アイテム運営も売る。そうだよ。三方よしだよ。ただ無理はしないでほしいけどね。お金に余裕があったりとか、お小遣いに余裕がある中で、あ、今日の放送面白かったから、ワド小遣いやるよぐらいの感じが俺はちょうどいいかな。お、チョンノシンさん、いらっしゃい。ブロリーさん、ありがとうございます。風船200個ありがとう、ブロリーさん。いいね。聖剣好き配信やろうかな、地獄の。地獄の聖剣好き配信やろうかな、今日。マジで号泣するよ。マジで号泣もんだかんね。仕事終わったらやるか、4月の頭にやるか、地獄の聖剣好き1万回配信。マジしんどいかんね。やってほしいけど、マジで辛い。見てる方辛いよ。十何時間ずーっと聖剣好き見せられて、俺が号泣するんだよ。朝方終わりだけ見たいって感じでしょ。終わりだけ。でも超面白いよ。あれ神回だったよね。静かな神回だったよね。閲覧とか全然ないのにやりきったかんね。もう最後号泣しまくったもん、俺。記憶がないんだよ、4000回から。超きつかった。でもボクシングだからジャブとかでもいいかもしれないよ。 ジャブ。ジャブ1万回。でもなんか4時間限定とかでやると面白いかもしれないね。4時間限定、花火一発上がるためにワンツーしますみたいな。風船200個ありがとうございます。ありがとう。お、佐野さんは相変わらず泳がせてくれます。素晴らしい配信者。来月から旅頑張ってください。頑張りますよ。4月の10日から僕は旅人になりますから。旅人になるのは僕の夢だったんで、ジャーニーになりますよ、ジャーニーに。今日すごいね、ありがたいね、本当に。超ありがたいよ。嬉しいっすね。みんなありがとう。支えてくれて。みんなのおかげで俺は成り立つんで。ありがとう。どこ行くの？日本全国回ってリスナーさん1万人にリアドするまで帰れないっていう企画をやるね。3年ぐらいかかるかもね。3年4年ぐらいかかるかもしんないけど、もう帰ってきたら確実に大手になるっていう条件で俺は行く。もうぶっちぎりで大手になるっていう。バーガー買ったのに投げられない？なんだろうね。ちょっとわかんないわ。旅で会いに来て、みんな。みんなが俺を成長させて。みんなに会いに行くよ。だって1万人リアトツなんか未だかつてやった人いないでしょ。多分伝説だと思うよ。この企画達成したら。おにぎり持ってこないでください。おちんちんのおにぎりいらないです。花火を投げてください、花火を。おにぎりなんていらない。コンビニで買いたい。人の握ったおにぎりはちょっと怖いかな。うわ、来た。ブハさん、花火ありがとうございます。 Here we go。 ありがとう。 Thank you。私、神奈川どうす？会いたい。神奈川は、どうだろうな。東京まで来てくれるとすごい助かるけどね。4月10日。千葉の方行っちゃうから、先に。だから、もし早めに東京でリアドツマチとかしてる時とか、もう旅配信始まったら常にリアドツマチだから、東京まで来てもらえるとすげえありがたいっす。神奈川はね、後半だから、後半つうか中盤戦だからね。中盤戦。みんなに会いに行くよ、俺は。みんなに会いに行って、みんなに勇気をもらって、一皮むけて俺は最強の配信者になって帰ってくるから。あ、全然ジャブ打つよ。今日も職場でジャブ打ったら驚かれたよ。早えって。全然いいよ、手こうやってやってくれたら。そんな痛くない程度にジャブのスピード見せる。結構早くなったよ。
ドレさん仕込みのジャブだから。あい、むっちゃんはどつい泥酔してんだ。金200円しかないのになんで泥酔してんのよ。酒飲む金はあるんかいって。酒は飲むんだね。札幌行きますよ。北海道目指すんですよ。千葉、茨城、福島、仙台ってどんどん登っていって、北海道を目指します。数合わせとく。サンキュー、カブニート、風船ありがとう。ぴったしカンカンありがとう。サンキュー。いやー助かるわー、マジでありがとう。ただね、最近ね、もう風邪ひいてからずっと練習できてないから、ちょっとね、トレーニング元に戻したいよね。トレーニング、体の調子を元に戻したい。神戸にも来てない、泊まっていいぜうち。あ、マジで。神戸は俺実はね、村上春樹の小説の初期の頃、神戸の街とかがよく出てきてて、神戸行ったことないのに憧れの街なんだよ俺。おい、メロン風船ありがとう。だからね、神戸はね、実はね、運命を感じてるんだよ俺は。そう、行きたい街なんだよね神戸。神戸どの辺にあるんだろう。港町だよね。高級住宅街でしょ神戸って。行ってみたいね。どんな街なんだろう神戸市。いいよな。バーガーありがとう。クミタンバーガーラッシュありがとう。カブニート風船9個ありがとう。バーガー3個目ありがとう。ありがとう。ありがとうみんな。おい、たかやんこんばんは。いらっしゃい。楽しんでってね。今リスナーさんに全力で甘えてるところっす、僕は。全力で甘えてます。のんちゃん、なんか食べたの？何食べる今日？いい？お腹空いてないの？どうしたの？痩せちゃうよ。ご飯食べないと。ご飯ちゃんと食べよ。今日ね、なんか昼飯に中華そば食べたんですよ。そしたらね、なんか昔ながらの中華そばで、ラーメンで、なんかすげえね、ちょっと感動したんだよね。なんか結構新宿とかさ、最近のラーメンってゴテゴテのつけ麺みたいなの多いじゃん。家系とかさ、もうギットギトのラーメンっていうのがもうメインになっちゃってるじゃん。そこのなんかサタカっていうラーメン屋さんは、なんかすげえクラシックな中華料理のラーメンで、あーなんか田舎の方とか地元とかにこういうラーメン屋っていっぱいあったよなと思って、ちょっと感動したんだよね。すげえね、なんか、あ、昔ながらのラーメン作ってるところまだあるんだ。なんだろう、急に閲覧減ったな。どうした、誰か始まった。なんだろう、急に閲覧が下がった。なんだろう、東京だったら村本ってラーメン屋が好き。東京のどの辺っすか村本。チャーシュー、まあなんつうんだろう、素朴な味って感じだった。もう本当にチャーシューも普通の昔ながらのチャーシューっていうか、もう煮ただけっていうか、醤油も出汁をちゃんと効かせてる感じの。あの桜花火ってありますよね。これって普通の花火とどういう違いあるか分かりますか。あ、分かりますよ。ですね、限定アイテムは花火って500円入るんですよ僕に。で、桜花火も僕に金額的には500円で変わらないんですけど、デイリーランキングとかマンスリーランキングってポイントがあるじゃないですか。あれの加算ポイントが限定アイテムは上なんですよ。だからデイリーランキングとかそのマンスリーランキング狙ってる人は限定アイテム投げてもらいたいんですよ。で、逆に言うとそのデイリーとかマンスリーに書いてある金額って俺らの手取りの給料じゃなくて、あれは上乗せされてるの。要はね、ランキングポイントみたいなのが効果がでかいっていう感じですね。あとエフェクトが違うって感じ。もらえる金額は一緒。今週の花火ランキング、そんなのあんの。うわっ、ふざけんなよこいつ。ブロックです。久々引っかかったわ。はい、ブロックです。ふざけんなよ。もうこんなクラシックな手に、
こんなブラックラかよ。古いわ。こんなクラシックの手に引っかかったわ。うん、古いわ。逆に懐かしいわ。逆に懐かしいわ、ほんと。ブラクラとか。うん、久々見たわ。里見の枠で解明したの保護したら反応してくれました。諦めずに頑張った成果が今実りました。ああ、そうですか。はい。それを報告されて俺はどう切り返せばいいんだよ、それを。腹減ったな。めちゃめちゃ腹減ったな。やべえ、超腹減った。おーい、バーガー10個ありがとう。かぐるちゃんありがとう。センキュー、ありがとね。サンキュー。あー、マジで腹減ってきた。和道さん、今さっきチンカスみたいなやつらに負けないで頑張ってください。頑張ります。チンカスだからね、ほんと。ブラクラとかめちゃめちゃ懐かしいよ。逆になんか感動したわ。逆に感動したわ。いや、何食おうかな今日。最近さ、100円バーガーあんじゃん、マックの。あれのね、チキンクリスプばっかり食ってるんだよね。あ、紙一重だったの、ションのシーン。紙一重の方がいいじゃん。うん、なんでそんなキャラになっちゃったの。そのキャラやめた方がいいと思うよ、絶対。紙一重に元に戻ってほしいんだけど、俺。どうしてそんな荒ぶってるの。紙、あの優しかった紙一重、普通のコメントをしてくれた紙一重に戻ってほしいんだけど。なんかキャラ変更して、なんか、結構うざキャラになってて残念な感じなんだけど、俺は。元に戻って。何、ダークサイドに落ちちゃったの。ダークサイドに完全に落ちたでしょ。俺はあのチョンノシンはあんまり好きじゃないわ、そのキャラは。紙一重好きだったのにな。残念だな。変わっちまったよ。ニコ生のノリになっちまったよ。おい、紙一重、おかえり。待ってだよ。俺は君が好きだよ。うん、ダメだよ。チョンノシンはダメだよ。あんなアカウント捨てちまえばいいんだよ。うん、全然面白くなかったよ、チョンノシン。うん、おかえり。デイリーとか上位狙ってます？俺、デイリー狙ったことないから、一回ぐらい1位取ってみたいね。俺、一回もデイリー1位になったことないもん。取ってみたい。閲覧数増やすのは、難しいな、それは。流れとかもあるし、企画内容とかもあるし、いろんな条件がある。じゃがいもには受けてたんだ。あ、じゃがいも向きだね、なんかね。俺はあんまり好きじゃない、ああいう絡み方は。なんか、その、じゃがいもとかは喜びそうだけど、俺はちょっと、俺は普段の髪と、おーはは、おー、青じい、ありがとう。青じいから花火いただきました。ありがとう、青じい。青じい大好き。ありがとう。でっけえ気持ちいただいたよ。ありがとうございます。いいね。いいね。いや、助かりますぜ。ワド、ごめんね。いいよ。俺はだけど、あの、チョンノシンはもう見たくないかもしれない。紙一重で来てほしいかもしれない。俺は紙一重だからみたいな。なんかダークサイドに落ちてたよ。悲しくなったよ、俺は。花火投げれないから悔しい。いいんだよ、気持ちだよ、気持ち。やめようぜ、そういうの。いいんだよ、気持ちだから。気持ちで行こう。気持ちで行こう。そう。俺だから、風船も花火も別に差別しないでしょ？区別しない。区別はまあするけど、差別はしないよ。うん。ありがとう。気持ちが嬉しいよ。みんなで稼ごうぜ。いろんなそれぞれの仕事で。俺も配信頑張るから。うん。クワさんいらっしゃい。
ションのシーンは気持ちいい。ションのシーンはいらないもん。ションのシーンとはもう縁を切る。俺はあんまり差別用語は良くないよ、うん、差別用語良くない。明日で仕事終わりか俺、うん、なんか感慨深いものあるの。8ヶ月だったけど俺には需要ない。俺は正直なんか需要ないっす。 T シャツやステッカー見てみようか。そういえば最近全然ログインしてないからどうなんだろう。たまにちょいちょい売れてんだよね。買ってくれてんだよね。どうする200万ぐらい売れてたらどうする。バカ売れしてたら笑うよね。うーん、そうだね。これからは配信業一本ですよ。何の仕事しとったん？あのね、A 型作業所っていうところで働いてた。要は障害者の施設みたいなところね。お給料が出る。脱畜。いや、俺別に社畜ではないけど。超いい会社だったよ。全然超いい会社だった。売れてるかな。寄ってるから失礼な発言。あ、全然いいよ。うん、全然いいよ。おお、あ、お、ステッカー1枚売れてる。ステッカー1枚売れてますね。あ、ステッカー1枚売れてるわ。あ、いいね。ステッカー売れてる。ありがとうございます。ステッカー売れてます。あざーす。ありがとう。和道グッズね。なぜかパーカーが一番売れてるし、女の人が結構買うんだよね、和道グッズ、うん。女の人の方がなんか、やっぱそういうグッズとか金使うんだ。確かになんかバンドマンとか、なんかイベントごととかでも、女の人の方がグッズ買うイメージあるの。ライブとか。さっきのチョンノシンってやつの方がよっぽど失礼だよ。あれはタッチ悪いわ、とか言って。旅に必要な物資を支援してもらえば。バッテリーかな。カメラはね、レクチがね、使ってないのあげるって言ってもらったから、すげえいいカメラもらえるから。バッテリーだな、問題は。2時間しか持たないから、今だと外配信。バッテリーがとにかく欲しい、パソコン用の。そしたらね、分回せるからね。あとはもう本当に飛行機代とかいろんなね、車出すよとか、まあその時その時のノリでなんか、うん、やってもらったり、どこの島行きたいからフェリー来てとか言ってさ、夜行バス代ちょうだいとか、そんなもうねだり続けると思うんだよ、うん、何々が食いてとかさ。、うん、そんな感じだよ。旅に必要なものは、でもバッテリーぐらいかな、今、本当に。うん、ある程度、そのパソコンとかもね、全部、いろいろ支援ずっとしていただいてたから、なんとかなる。あと iPhone 欲しいな。北海道に来たら iPhone あげるっていう風に言われてるから、余ってるのいくつかあるから。北海道、iPhone があれば、だいぶ助かるかな。中古でも全然いいから。腹減ったな。フラフラだよ。おい、ブロリーさん、風船100個ありがとう。なんだかんだ言ってブロリーさんも結構長いんだよな。結構あのふわっち来てからずっと見てもらっててすげえ嬉しい。助かるぜ。ありがとうね。腹減りすぎて頭クラクラすんな。ちょっとドーピングします。ドーピングします。あんたたち行くわよ。ケピー風船、アンニンさん、風船100個ありがとう。ゆら太郎は、まあ様推し、いざ江戸に出陣さん、フォローありがとう。フォローじゃない。いらっしゃい。ぐのこっちょうさん、いらっしゃい。わどつ。KP。ドーピングします。
あ、うまっ。アマゾンのジェフ・ベゾス、世界2位の資産8兆。すげえな。ビル・ゲイツと合わせて17兆。なんでビル・ゲイツと合わせんのかな。なんかそこがよくわかんないんだけど。その、アマゾンの創始者、ジェフ・ベゾスはわかるけど、なぜビル・ゲイツ1位と2位を合わせる必要があるのかって。ね、アマゾンのさ、メインのさ、売り上げってさ、ショッピングサイトじゃないのみんな知ってた？あ、ゆらちゃんか。ゆらちゃん変えたんだ。うん。アマゾンのメインの仕事って、クラウドのサービスなんだよね。メインの収益って。知ってた？みんな。世界のシェアトップなんだよね。クラウドのサーバーのなんか顧客管理システムみたいなやつ。最近テンガのエナジードリンクが発売されたらしいね。知ってる。全然飲む気しない。っていうのも俺ね、そうそう、AWS ってやつね。ゆるりさんすごいね。俺最近知ったんだよね。全然知らなくて。へえーと思って。アマゾンのメイン事業ってショッピングサイトじゃねえんだと思って。びっくりしたよ。そう、AWS っていうやつなんだけど。なんかその、サーバーとか会社のそういうシステム系の人の間では常識みたいなんだけど。うん、すげえな、みたいな。もうアイテム買ったのに投げれない。全然いいよ、かぐらちゃん。一応そう、ああ、なるほど。もうその業界の人からすると常識らしいよね。俺ら、そのパンピーは全然知らない。うん、すごいよな。AWS が全く何なのか全然理解してないけど、要はビッグデータで顧客管理かなんかやってんじゃないの。サーバーを無料で貸してみたいなシステム構築ね。知らないよね。だけど大幅にその収益が上がってんのはそこの授業なんだって。うん。エナジードリンクはこれはオレンジ味なんだけど、なんて言えばいいんだろう。これが一番俺好きなんだよ。果汁 30% オレンジなんだよ。エナジーのモンスターカオスって、なんだろう、あのさ、昔のファンタみたいな味。昔のファンタオレンジ、瓶に詰まってたやつってなんか変なさ、これ明らかに毒だろっていう添加物の味がしたじゃん。その味がするんだよ。 Google に勝てる企業はない。え、 Google に勝てる企業はないって、 Google 別に世界トップの株価資産の会社じゃなくね。マイクロソフトでしょ今。 Apple とか、うん、プロテイン飲みたいけど高いし、なんか怖い。プロテインは全然体にいいよ。怖くはないよ。あれタンパク質だから体にはめちゃめちゃいいよ。白も次に好きだね。オレンジ、白、普通のやつで、ブルーが嫌い。うん、で俺もレッドブル派に変わった。レッドブルがやっぱうまい。ホープとコラボとか出たらぜひ飲んでみたい。あ、俺はホープさんとは絡まないっすね、うん、僕はないです。うん、白もハマったけど、オレンジが一番飲みやすいかな。エナジードリンクってレッドブルの比べて割安だよね。なんつうのかな、レッドブルが革命を起こしたんだよね、本当に。なんかその270円とかの高単価で売れるはずないって言われてたのに売れちゃったんだよね。だからさ、日本でいうところの、なんだろう、リポビタンデーみたいな扱いなんだけど、ブランディングがうまいんだよ。体には悪いよ。体には圧倒的に悪いよ。いいわけがない。だってね、レッドブルとかモンスターエナジーとかって飲みすぎて死んでるやつとかいるからね、海外だと。成分が強すぎて。だから日本のは軽めに作ってあるんだけど、アメリカのはマジでやばくて、3本飲んで死んだとか普通にいるよ。ザラにいるよ。体にめちゃめちゃ悪いよ。とんでもなく悪いよ。っていうのも、これね、普段飲んでると気づかないけど、なんていうのかな、ちゃんと味覚が整ってる時、スポーツの後とかに飲むとわかるけど、これ本当はものすごく苦いのよ。カフェインだから当たり前だよね。とんでもない量のカフェイン入ってるから苦いの。その苦さを無理やり添加物で甘さで抑えてるから、
こう舌がバカになってる時とかはその甘さでカフェイン感じないんだけど、体が疲れてる時とかスポーツの後とか飲むと苦ってわかるよ。苦さと甘さの変な感じ。俺5ヶ月連続リスワン1位取ってるよ、もっこりおじさん。5ヶ月連続取ってるよ。あのふわっち始めてからリスワン取り逃したこと一回もないよ、うん、リスワンは全部取ってます。10年前にまだレッドブルが流行ってない時に名古屋遊び行ったら無料で配ってて買い始めた。へえ。ボクシングジムに通ってた時気持ちよかった。あ、ボクシングやってた女の人に。苦さ感じたことないけど、そうなんだ、気づかなかった。あ、じゃあ味覚がもうバカになってる。2ヶ月間ね、本当に甘いものとかを絶ってちゃんとした食事をすると味覚って元に戻るの。現代人の食べ物全部食べれないよ。だからほら留置所とか刑務所行ってる人って、俺も2ヶ月半留置所にいた経験があるんだけど、びっくりするよ、コーラが飲めないの。甘くて飲めないので、ラーメンも味が濃すぎて食えないの。うって、すごいよ本当に。いかに現代人が調味料が多すぎてもう味覚がバカになってるかってよくわかる。普通にジュースも立つ。要はお茶とか、そう、普通の3食のご飯を普通に食べていいんだけど、それだけにすると味覚がちゃんと整う。そう、でももう 2,3 日経つとコーラとか飲めるようになっちゃうけどね。レッドブルもらったから一回飲んだことあるけど、一口で無理だった。あれはね、中毒なんだよ。だからカフェイン中毒だから、飲み続けていくとハマるので、抜けらんなくなるの。アイカ風船5個ありがとう。アイカサンキュー、ありがとうございます。ありがとう。そう、一回味覚にフラットにするとね、いろんなものが見えてくるよ。これ飲んでんの、フグさんいらっしゃい。あと断食とかもやったことあるんだけど、味覚がね元に戻るどころじゃなくて、俺がすごい経験だなと思ったのは、3週間一切の食い物を断ったの。飲み物は飲んでて、タバコも吸ってたんだけど、その3週間本当に何も食べなかったのね。で親とかにもいい加減やめろって言われて、もう本当に死ぬぞって言われて、幻覚とか見えてたの後半。もう気持ちよくなってたの、飯食べないと気持ちよくなってくの、どんどん。で、もう食べろ食べろって言うから、ああじゃあやめるわっつって、3週間きっかりでやめた時に、酸っぱいさ、でっかい梅干しあるじゃん、ブニョブニョの、わかる、あの焼酎とかを潰すやつの梅干し、あれをね口の中にポンって入れたらびっくりするんだけど、とろけるぐらい甘いの。もうバカになってんだよね脳が。甘いの、もうすごいうまかった。過剰摂取はダメなんで、バランスよくだね。モンスターエナジーの緑の瓶のが強烈で好きだからやばいかも。あー、もう中毒だね完全に。レッドブル 1日3本飲んでる以上、会社の便才不眠気味。そりゃそうだよ、だって覚醒作用があるんだもん。これドーピングだからね、カフェインって。ドーピング、ドーピング、あの覚醒作用があるの。おお、限定アイテムの団子ありがとう、かぐらちゃん、サンキュー。毎月何回やってんの、1回あのいいよ、断食は体に。っていうか現代人って、俺ほんとつくづく感じるけど、スポーツやったりとか断食すると分かるんだけど、腹減ってないのに食ってるの、だから太るんだよ。子供の頃ってさ、腹減ったーっていうまで腹減ってご飯食うじゃん、だからうまいんだよ。今の人は決まった時間とかにオーバーに取りすぎてるから、惰性で食ってんの、あれもうルーティーンで食ってるっていうの。だからね、本当に一番体にいいのは、アスリートとかが実践してんだけど、腹が減るまで待つの、もしくは動くので、腹が減って本当に腹が減ったタイミングだけ食うっていうのはね、マジで健康にいいと思うよ。おお、はい、団子2つありがとう、かぐらちゃん、ありがとう。内臓系も休まるんだけど、意外と脳も休まる。あのね、脳と内臓はすっごい密接な関係があるの、だからそれ正解。っていうのも、実は内臓のさ、代謝とかってすっごい脳を使ってるんだよ、無意識に。だからそのまあ一番簡単に分かりやすく言うとさ、食べた後って眠くなるじゃん、あれっていうのは消化器官にエネルギー取られて脳が休もうとするんだよ、いや寝ようとするんだよ、あれがいい例だよ、うん、そう。だから食うとか消化をするって実はものすごいエネルギーを使うのよ。
リアルゴールドはよく飲むわ。まあリアルゴールドも同じ原理だけど、ほら小さいじゃん。でかいんだよアメリカのって。そこそれでも要はリアルゴールドをこのサイズにしたら200円とか300円になるじゃん。だからその原理なんだよね。うん、だからマーケティング的にうまくいったんだよ。だから日本の企業は結構なんつーの、ユーザーのこと考えてるから、これ以上取ったら危ないっていうの分かってるから小さい缶とかにしてるわけじゃん。うん、肩ボル、腹減ってから食ったら肩ボルってなんだろう。肩ボル V マーさんいらっしゃい。ヤンキーどものソウルドリンク、ヤンキーはレッドブルよりモンスターなイメージがあるな。本当にお腹減ったからじゃなくて時間で食べてる。そう、腹が減ってから食うとやっぱ飯抜群にうまいよ。抜群にうまい。正しいなっていう本能が、サイクルが。カタボリック、カタボリックって何、初めて聞いた。カタボリックって言葉、うん、腹が減ってから。ヤンキーアメリカ、うん、本当の意味のヤンキーが古いな。アメリカ人のことヤンキーっていうの戦後とかだよ。ヤンキーの語源ね。アメリカかぶれのことヤンキーっていうの。カブニートさん、風船5個ありがとうございます。すげえな。鍛えててカタボリック知らねえのかよ。あのさ、なんかよく言うけど、あのみんな勘違いしてるけど、俺アスリートでもないし、体を鍛えるために鍛えてるわけじゃないの。格闘家でもないの別に、うん、あのなんつうんだろうななんか誤解をしてるんだよねみんな。お疲れ様スリさん、うん、俺別にあのボディービルダーもファイターも目指してないから。最近ウィダーインゼリービタミン飲む。風邪気味や肌にはいいと思う。あー、でもねやっぱりね、そう、生の果実を食った方が絶対いいと思うよ。あのそれアメリカ人のすごい面白いところなんだけど、肥満がめちゃめちゃ多いでしょ。アイカ風船5個ありがとうね。あの肥満がすごく多いのに彼ら栄養失調なんですよ。要は太ってるのに栄養失調なの。昔のその栄養学とかだと、その肥満っていうのは栄養が取りすぎてるから太るんだって思ってたんだけど、違うんだよ。あれ糖質とか脂質の取りすぎて、ただデブってるだけで栄養が足りてないんだよ。夜勤中の眠気をどうにかしたい。それ多分ね、夜勤と日勤を繰り返してるからバグってるだけで、夜勤をちゃんとやってたら大丈夫だと思うよ。私肥満。そうだからアメリカ人って今の考え方って、そのなんていうのかな、その太ってる人っていうのは栄養がない人なんだよね。ブルーサンさんこんばんは。うん、ツバニアンって朝鮮人の悪い塊だって言っていいよ。阿蘇さんいらっしゃい。ちょっとごめん、日本語がよくわかんないわ、うん、ごめんね、全然よくわかんない。海賊病、うん、そうだから、オレンジジュース、あのね、糖質って、自然界にある糖質って絶対食物繊維と結びついてるんだよ。あの糖分が取れるものって食物繊維が入ってるので、みんな知ってるけど、食物繊維ってあの体に吸収されないから、腸内とかをあの循環させるために食物繊維だけ取ったりするじゃん。あれってうまくできてて、糖分っていうのは食物繊維と絡んでて、ゆっくりゆっくりその体内に吸収されるようにできてるのね。だけど現代人っていうのは、その糖分っていうのが栄養分だっていうふうに分かってるから、その糖分だけを抽出するわけじゃん。だからね、体には悪いんだよ。サプリ大国でもあるに、あのアメリカは全然今日本人よりも全然にあれだよ、健康進んでるよ、うん。糖質は毒でしかないから極力取りたくない。そうなんだよね、糖質は毒ではなくてエネルギー原料なんだけど、取りすぎなんだよ現代人が。食事から取るのが一番と分かっているが、そうなんだよね、うん。2年で17キロ太った。おうほうほう。初見さんいらっしゃい。おじぼっくるさんいらっしゃい。楽しんでってください。うん、本当はだからね、あの糖質、だから糖質が本当は飢餓との戦いだから、だからね、実はね、飢餓を克服したのに、その人間の動物としての本能が残ってるから、そう、甘いものを取らなきゃ取らなきゃってね、バグが残ってんだよこれ。体活がね、進化できなかったね、なんかそうあれなんだよね、うん。この BGM 可愛いじゃん。
モデルさんとか最近はカロリーじゃなく糖質を抑えるからね。俺は一回糖質制限ダイエットちゃんと勉強してやったんだけど、1ヶ月で18キロ痩せたんだよ。あの企画でやったんだけど、すごかったよ。全然思ってたことと違う。だって6000キロカロリー食べてたんだよ。6000キロカロリー食べてたのに18キロ痩せたんだよ。みんなびっくりしてたよ。ずーっとカシューナッツとかナッツとかずっと食べてんのよ。で、肉とかも唐揚げとか食いまくってんの。でも米とか糖質はもうバリバリ制限してたからガンガン痩せる。ガンガン痩せる。そう、みんな、あの、これ女の子覚えておいてもらいたいんだけど、あのね、油を食っても油にならないから。これみんな誤解してんの。脂肪を食べたら脂肪になると思ってんのよ。肉食べたら太ると思ってんの。全然違うから。あの、理論があって、そう、糖分を取ると、いや炭水化物とか糖分を取る、あれイコールなのね。炭水化物と糖分っていうのは、まあその糖分の方がダイレクトに来るからまずいんだけど、あの食べるじゃん。そうすると血糖値が上がるじゃん。で、血糖値がオーバーした分の糖分っていうのが、あれを脂肪に変わるのっていう原理が分かるとね、その時頭冴えてた。俺は結構体にやっぱ冴えてた。うん、あいカビ人いってらっしゃい。米抜きだと記憶力とか影響なかったって言うけど、全然なかった。うん、食いたいなっていうのは最初の3日間だけ。和道さんが痩せた秘訣を教えてほしい。だから簡単に言うと、俺は、吉野家とかよく行ってて、まず豆腐と納豆を買い込むの。で、ご飯の代わりに豆腐と納豆と野菜なのよ。キャベツとか。で、あとは何食ってもいい。要は、もう何買うにも糖分っていうのを見るの。で、1日で俺は、20g かな？ 20g まで抑えてたの。だからローソンとかも糖質制限用のパンとか売ってるんだよ。だから穀物の味とか分かるようになるよ。ただ、半端にやったらダメなのね。ちゃんとやらないとダメ。厳密に。だからもう糖分が入ってなければ何食っても大丈夫。ただ、炭水化物抜くのって相当きついよ。ゴルゴいらっしゃい、ワドツ。本当にきついよ。だって、うどんも食えない、米も食えない、パスタも食えない。あと何食えない。もうほとんど炭水化物だから。サラダチキンは強い味方。いや、でも結構おかず系は何でも食えるよ。だから本当は衣とかもダメなんだけど、唐揚げの衣とかいちいち言い出したらきりないから、もうその辺はガンガン食っていいの。そう。いかに人間っていうのが糖分食いたい生き物なのかっていうのがよくわかる。ただ体はね、そう、糖分いらないんだっていうのがよくわかって、健康になってくんだよ。栄養も取ってくし。俺はベジタリアンはやりすぎだと思ってる。あれは。あれは宗教的な思想の方が強いと思ってるよ。生き物がかわいそうとか、そういうのが結びついてる気がする。だってベジタリアンの人ってすぐ死ぬイメージだもん、俺。米なしか、正直なことを言うと、痩せるんだったら米なしでいいの。ただ、食べ過ぎなのよ。大盛りとか過剰に取ってるの。だから、自分の体重を減らすんだったら量を減らせばいいのね。簡単に言うと。だから極端に痩せ、ライザップのやり方はそれなの。ライザップはその糖質制限ダイエットと極度の運動を入れるのよ。おい、マミリン風船、あ、ハートココありがとう。元の45、あ、60キロ、身長によるけど、身長いくつぐらいか教えて。それだったら、俺の言う通りにやったら絶対痩せる。だから俺、1週間で4キロ落としたんだよ。痩せたでしょ、実際。82キロまでバーンって一気に太ったけど、そっから、急に痩せたでしょ、俺。顔シャープになってるし、体つきも、今、あれだよ、今日も職場で、ごめんごめん。カロリー制限の先々は良い。カロリー制限がなんでダメなのかっていうとね、実は、食べたものと、吐き出すものっていうね、循環がね、綺麗になってないの。カロリー計算はボロボロに間違ってる。カロリー、その食物が持ってるカロリーだけを極端に足し算引き算で計算されてるのね。だけど本当は体に吸収されやすいものとか、吐き出しやすいものとか複雑なのよ。カロリー計算はダメだよ。うん。おかえり、156か。156だと46キロぐらいが適正かもしれないね。糖質が太る根拠。もう一回言うけど、炭水化物と糖質っていうのはイコールだと思って。簡単に言うと、炭水化物っていうのが胃の中に入って分解されて、まあ、咀嚼して、胃の中に入って、ブドウ糖に変わるんですよ。で、ブドウ糖っていうのは砂糖のことだから。だから、砂糖と炭水化物は基本イコールで計算していい。ここは厳密に言うと違うんだけど、ざっくりね。で、
でだ、糖分っていうのを取ると血糖値っていうのが上がるの分かるよね。簡単に言うと、ご飯食べると20分ぐらいすると満腹感が出てくるでしょ。遅れてくるんですよ。だからゆっくり食べなさいって教えてんの。で、なんで太っちゃうかっていうと、血糖値が上がるまでのラグっていうのは、ごめん、VMR さん、自分の意見が言いたかったら配信して。俺の意見で君の意見求めてないから。で、その血糖値が上がると20分のラグがあるんだけど、この間に食べちゃうでしょ、ご飯を。わかる？本当はこんなお茶碗一杯のゆっくり食べて20分待てばお腹いっぱいになるんだよ。ゆっくり食べる人って太らないの。だけど大盛りとかバーンって食べて、バーって食べて20分、本来はそのお茶碗一杯で20分分で満腹になるはずなのに、それ以上のものを過度に取るんだよ。で、満腹中枢が上がるっていうのは血糖値が上がりきった時のことを言うんだけど、まあやめといて、君の意見が言いたかったらブログでも何でも書けばいいから。ここは君の発言する場所じゃないでしょ。自己主張するんだったら配信やりなさい。で、血糖値が上がりきった時の余剰の糖分っていうのがあるじゃん。それが極端に言うと脂肪に変わるの。だから、なんていうのかな。油は食っても油にならないんだよ、脂肪は。脂肪っていうのはなんでつくかっていうと、糖分を余分にストックしておくの。だから糖質制限ダイエットがなんで脂肪が抜けていくかっていうと、糖を取らないから、この脂肪を逆に分解して、そのエネルギー、糖に似たものに変えていくの。そう、それがそのなんだっけ、ケトン体っていうんだよ。要は臭いって言われてるのそこなんだけど、こんにちは。あのテルのパンチ全然効かなかったぞ。ノーガードで受けてやったのに、なんか流血したって聞いたけど。全然、お前が言ってる話と全然違うけど、それ言う。なんか流血したって聞いたけど。いや、糖質制限は、VMR の言ってることは正しいの。長期的にやったら体に悪いんです。だから、これ実はすごく難しいんだけど、痩せるっていう目的に特化したらこのやり方は正しいんだけど、体には悪いんですよ、実は。本当に一番大事なのは、これ多分 VMR が言おうとしてたことなんだけど、だから最後まで聞けと思って俺怒ったんだけど、お前の知識ボロボロに間違ってるわじゃなくて、俺はお前の言いたいこと分かってるから、俺がってやめてほしいの。俺は順番組み立てて話してんの。まず、極端な話をすると、体を減らすってことは、なんで簡単、脂肪がなくなっていったらダメじゃん。人間の本能として蓄えて、ほどほどの脂肪がないといけないんだけど、ライズアップとかって、もう、なんか、体脂肪 3% みたいなところまで落とすでしょ。見た目に特化させるために。あんな体に悪いに決まってるじゃん。見た目はいいんだけどね。それくらい体を酷使するのよ。でも、程よく脂肪がないと、実は脳とかも回らないのね。だから、太りすぎの人に、それ言うよ、テレジャンピー相手にされるぞ、ワドンどこ来たか。で、何が重要なのかっていうと、実は糖尿病の患者に同じことをやってるんだよ。糖尿病の患者にまず何するかというと、炭水化物と糖分カットさせるの。だから痩せるには正しいやり方なの。ただその脂肪を極端に抜いていっちゃうから、長期的には向かないっていう。だから極端に言うとドーピング的に痩せるやり方なんだよ。加齢臭を出さないようにすればどうすればいい？ちょっとわかんないな。身長168センチで体重94キロなんですけど、70まで落とせますか？落とせます。余裕で落とせます。僕だったら落とせます。あるボディービルダーが体脂肪率削りすぎてガチしたんよね。それ伝説のボディービルダーだよ。あの人は筋肉の量が多すぎて、普通のカロリー計算しちゃったの。日本で伝説のボディービルダーなんだけど、結構有名だよ。自分の筋肉量と、要は代謝量とギリギリまで追い込んじゃって死んじゃったの。だから飯食ってたのに餓死するっていうのはその理論なんだよ。おしっこすると泡立つんだけど糖尿なのかな、自分。まあ糖尿、ていうかね、現代人は糖尿病なんだよ、ほとんどが。糖を取りすぎなの。マッスル北村だ。そうそう、塩さんありがとう。マッスル北村はもうボディービル界の伝説だからね。少し昔大根サラダだけ食べていたら痩せたけど、だからそれは栄養が取れてないの。だから極端な話、食わなかったら痩せるじゃん。食わなかったら痩せるんだけど、健康になるために痩せるはずなのに、みんな間違ったダイエットの方法するのよ。だから簡単に言うと、運動の量を増やすか、
なんだろう、代謝の量を上げるっていうのイコールなんだけど、代謝の量を増やすか食事の量を減らすかなんだよ。どっちかしかないの。うん、おしっこ舐めると甘い。そうだね、糖尿病は糖の尿だからね。だから俺がおすすめするのは、多分ね、意識してないだけの、自分が糖分どれくらい取ってるのか紙に1日だけ書いてもらいたい。全部食べたものを糖質って大体計算できるから。コンビニとかでしょ、みんな弁当屋とか。そしたら糖質いくらって書いてあるから、紙に書いてもらいたいの。自分が普通の食事をして、でそうすると日本人の平均糖分っていうのはもうこう、なんだ、サイトとかに載ってるでしょ。それと見比べた時にどれだけオーバーしてるか分かるから、その分が脂肪に変わってるんですよ。うん、それ やらないでしょ。俺全然やってたもん、そのダイエットちゃんとやってる企画の時は。痩せる。うん、はい、また遊びに来てね、ゆるりさん。そう、筋肉が大事なの。でもバランスだよ。うん、実はビタミンを取ったりとかも大事だし、そう、極端な話脂肪を落とすだけだからそんなに難しくないんだけど、本当に健康になるっていうのは筋肉の量だったりとか柔軟性であったりとかビタミンとかいろんなそのバランスを取ることなんだよ。ブロリーさん、風船100個ありがとう。おしっこが甘くなったら完全糖尿だろうね。うん、代謝を上げたいのは簡単だよ、運動をするだけだから。あ、白滝アウトです。あのね、女の子がよく間違えるんだけど、白滝は炭水化物だから。あ、白滝じゃない、ごめん間違えた。白滝は OK だ。あ、白滝ダメだよ、根菜だから。白滝もダメ。あの、なんだっけな、そう、あの特にさ、ダイエット系のなんだっけ、春雨もダメなんだよ。そう、根菜一切ダメだから。春雨もダメだし根菜実はダメだから、じゃがいもも食えないからね、あの糖質制限ダイエットの時は。本当に食えるもの少ないから。そう、俺芋とかも、芋類根菜系全部食えなかった。人参、じゃがいもとか。そうだよ、そう、これなら体にいいだろうって取ってるものって実は炭水化物、要は人間が主食としてるもの、バナナとかさ。なんで主食にするかっていうと、糖分、要は炭水化物が多いからなんだよ。うん、だから飢餓を克服するってどういうことかっていうとさ、米とかパンの開発だから、簡単に言うと。そう、根菜はね糖質高いんですよ。それはね勉強して初めて分かった。俺の師匠はリスナーさんなんだけど、ダイエットの。その人すごくて、糖尿病になっちゃったの。百何十キロから70何キロ、要はね80キロぐらい落としたんだよ、体重を半年間で。すごいでしょ。もうダイエットっていうレベルじゃなくて、医者に死ぬぞって言われて本気で勉強して半年ぐらいで80キロぐらい落としたんだよ。俺の体重分ぐらい痩せた人なの。間違いないよ、痩せることだけで言ったら。ただその人は栄養学とかもちゃんと勉強してたけどね。だその人が面白いということで俺自分で実験になったの。ごぼうダメダメダメ、まあ、だけど食物繊維は多いから、そのダイエット、その炭水化物ダイエットをやるときだけダメなんだよ。別に体にはいいからね、そこは誤解しないでほしい。海藻とかいいですね、海藻とかいいっす、うん、ただその人の食事はすごかったね、ほんとすごい健康体になってた。だからね、自分の体で実験するとすごくいいよ。風船100個ありがとう、神楽さん。サンキュー。アイテムありがとう。うん、あと、お酒も絶対ダメだからね。お酒なんか糖分の塊だから、あんなの。一応、飲んでいいのは、焼酎の水割りとか、焼酎のウーロン割りとか。要はね、蒸留酒って言われるやつ。魚はめちゃめちゃいいって言ってた。魚はどんどん食べていいって言ってた。だから日本人の昔の食事っていうのはもう調理にかなってるって言ってたね。うん、米、まあ日本人の昔米めちゃめちゃ食ってたんだけど、それは運動量が多いからなのね。米4合とか6合とか食ってたんだよね、1日で。日本人で。だからそれは極端に運動量が多いから。昔の労働力ってすごかったから。青魚はめちゃめちゃいいね。うん、
だからライザップが成功するのは簡単だよ。絶対理屈的に痩せるんだよ。さらに運動をプラスするから。うん。質素っていうかバランスが良かったんだよね。ただ日本人はなぜか知んないけど塩分が取りすぎなんだよ、世界的に見て。塩分に対するね、なんかその西洋人と全然データが違うの。塩分はめちゃめちゃ取ってるけど、なぜか塩分に対しての免疫がすごい強いっていう。それ謎なんだよね。研究課題の。だからその WHO かなんかのその指数で言うと、日本食全部アウトなんだよね。醤油入れすぎっていう。うん、ウーロンハイなら大丈夫。なんかいくら飲んでも太らない。ただ、その、お酒飲んでる時に気をつけないといけないのがつまみだよね。日本人の塩分摂取はすごいんだけど、なぜかそこは関連がね、なぜかないんだよね。なぜか耐性が強いっていうか。そう、和食が塩分めちゃめちゃ強いし、日本人、日本人のね、食事はね、塩分がめちゃめちゃ強い。しょっぱいんだよ、すごい。だけど、本来体壊すはずなのに、西洋人とかだと、なぜか日本人は壊さないっていう。飲みすぎても太らない。うん。ウイスキーとか、ワインとかはダメなのね。日本酒も絶対ダメ。蒸留酒っつって、ブランデーとかウイスキーとか、焼酎はいくら飲んでも太らない。痩せてる人で大酒飲みでも、焼酎とかばっかり飲むんだよ。ビールはめちゃめちゃ太る。要は蒸留させてあるから、その糖分がない。痩せ、飲んでも痩せてる人ってね、焼酎飲んでるイメージあると思うよ。で、太りやすい人ってビールよく飲む。でもこの方法は体にいいわけじゃなくて、脂肪を落とすためだけの方法だから、それだけ忘れないんだね。うん。まあね、病院食は塩分極端に抜くからね。でもそれが本来の食事なんだよ。ちょうど時間になったら腹が減る食事なんだよ。空腹って味わってないでしょ、最近。だから俺も気をつけてるもん。ちゃんと空腹になったから食べようと思うとね、実はね、一日一食とかでも持つんだよ、現代食って。カロリー高いし、糖分多いし。時間になって腹が減ったらね、ちょっと腹減った段階で食っちゃうんだよ。だからね、満足感とかもあんまない。面白いよね。人間の体ってやっぱうまくできてるけどね、習慣とか洗脳とかってね、すごいあるんだよ。食いたくないのに食ってるんだ。それは太るに決まってるんだ。あと血糖値上げない方法っていうのは、食事の回数、やったら食うのに痩せてる子とかいるでしょ。ガリガリな子、痩せの大食いっているでしょ。あのタイプってね、一気に量食わないの。要は血糖値を上げない癖がついてるから、なんであんなに食ってるのに太らないかっていうと、ずーっと食ってるんだよ、細かーく。わかる？要はデブの人ってすぐ食べてすぐ血糖値バーンって上げて早食いなの。だけど痩せの大食いタイプって2時間ぐらいずっと食ってるのよ、ゆっくりゆっくり。で、間食とかゆっくりゆっくり食ってる。だから血糖値が上がらないの。そう、企業が儲かるから。ブハありがとう。病院のご飯って時間の隙間早くないですか？俺それだわ。うん、だからそれはね、実は正しいんだよ。血糖値さえ上げなければ太らないから。金梅さん一日一食だから危険だよね。いや、でもすっごい顔色良くなってたよ。シャープですごいいい顔になったよ。顔色すごいもうボツボツで、なんか朝黒かったの。でもこの前会ったらね、食事ちゃんとしてたから健康な顔になってたよ。肌も綺麗だったし、痩せてたし、すごい良かった。常にお菓子とかつまんでるのは太りにくいはずなんだよね。うん、がっつり、そう、早、デブの人ってね、実はデブの才能があるんだよ。レストラン行ってやってみるといいけど、食べたいと思ったものを指さしてごらん。俺がそうだったんだけど、レストラン行ってこれ食うって決めたら、そのメニューの中で一番カロリーが高くて一番炭水化物多いものを選んでるから、本当にびっくりするよ。デブってね、無意識にカロリー高いものと炭水化物多いものを無意識に選んでる。一日一食は俺はおすすめしない。うん、
1日1食だけど痩せないっていうのはね、完全にバランス悪いね。運動が多分足りないんだと思う。うん、そう。で、痩せてる人って実はね、その痩せてる食事選んでる。気をつけてんの。栄養価とか。だからファミレス行ったらパスタ、ピザとか、なんだろう、そういうものを頼むよね。だから俺ね、マクドナルドのグラタンコロッケバーガーってめちゃめちゃすごいと思うんだよ。俺ね、あれ平気だよ、グラタンコロッケバーガー。まずね、クリーム小麦粉でしょ、マカロニ小麦粉でしょ、衣小麦粉でしょ、バンズパンね小麦粉でしょ、全部小麦粉でできてるの。キャベツ以外、キャベツとソース以外全部小麦粉なの。よくよく考えるとすごいよね、小麦粉だけでなんつうの、全部できてるの。小麦粉バーガーだよ、あれ。だから炭水化物の塊なんだよ。いや、すごくない？よくよく考えると小麦粉からどんだけ進化してんだみたいな。小麦粉進化させすぎだろこいつみたいな、うん、すごいよ、マジですごい。よくよく考えると引くもんね。グラコロ、いや俺大好きなんだよ。グラコロのシーズンになるとテンション上がるんだよね。うん、てりたまバーガーやめてほしいんだけど。てりたまバーガー俺テンション上がんないの。ダメ。月見バーガーもダメ。グラコロだけね、もう超テンション上がんの。日本人は小麦粉と乳製品合わない。そうだよね。だってずーっと米食ってきたんだもん。そう、実はね、西洋の食い物と体質が合わなかったりするんだよ。日本人が腸が長くて、そう、胴が長い、要はそういうのって、あの米ばっかりずっと食ってきたからなんだよ。肉食わなかったの。エビ入ってないよ。うん、美味しいって感じるのは罠が待っているのか。そうだね。和道さん、おお、お魚さんいらっしゃい。花火とかって1万以上入れられないの？アイテム買えないんだけど。え、買えるよ。1万以上買える、買える。あの、ちょっと待ってね。1万以上買えるよ。アイテム買う欄で、ちょっと待って、ていうかむしろ無限に買えるんだけど。ちょっと待って、画面キャプチャーで、ここあるでしょ、こうやって今キャプルね、よいしょ。むしろ1万円8000円ぐらいで12個とか買えるよ。お得なんだよ。1個確か普通に買うと花火って1個1080円なんだよ。こういう画面があると思うけど、アイテムをクリックするでしょ、アイテム。そうするとこの画面が出てくるので、これをクリックするじゃん。そうするとこれが今、そのお花見アイテムって限定アイテムなんで、オールっていう通常アイテムやると、1個1180円なのが、12個で8900円。これがお得。こっち側クリックして、1とか2とかやると買えるよ。だから、12個で8900円だから、なんつうんだろう。もう、超お得。うん、これは。うん、そんな感じ。今見えた？分かった？今 OK？ お魚さん買ってくる。なんか10個買ってから買えなくなって、何なんだろうね。買えるはずだけどね。全然アイテムあげた人にもなんか運営とか物とかもらえるなら課金してもいいかなって思う。あ、もらえるよ。あのアイテムを買った人がもらえるんじゃなくて、例えばその俺の配信で爆投げしてる人ってランキングが実はあるので、ランキング上位になると、その配信者のランキング上位ですって言ってポイントがなんかもらえるはずだけど。うん、団子3個ありがとう。神楽さんありがとうございます。プラストランス脂肪酸、実はサラダ油もやばいんだよね。あの知らない人多いんだけど、日本人がアルツハイマーとか多いのは、実はねサラダ油のせいなんじゃないかって言われてんの。
菜種油の毒の成分を抜いてるんだけど、サラダ油は実はね、動物性の油取った方がいいんじゃないかっていう研究成果とかも出てて、そこはね、結構俺もまだ勉強不足だからはっきりとは言えないんだけど、今そのサラダ油はやばいっていうのは結構定説になってきてるらしいよ。ゴルゴバーガー5個ありがとう、サンキュー。実はその日本人だけアルツハイマーであったりとか、なんか不可思議なね、そのあれが多いんだけど、世界的に見てサラダ油を取りすぎてんだよね。オリーブオイルもその実は日本人の体に合うのかっていうのが研究成果がないんだよ。要はそのアメリカ人のデータっていっぱいあるんだよ。アメリカ人とかそのヨーロッパの西洋人って言われてる人たちのデータはあるんだけど、最近はその黒人であったりとか欧米人であったりとか、その東洋人のそれぞれのその遺伝子に沿ってるものっていうのが全然違うっていうのが生物学とかで分かってきてるから、さっきも言ったけどさ、オリーブオイル体にいいって言われてるけど、それが本当に日本人にとっていいのかっていうデータを取ってないんだよ。だからね、それは今後の医学とかの課題だと思うよ。日本人に沿ったデータを取らないといけないっていう。でも国を挙げてやんないといけないからね、そういうのは。だいいとされてるけどどうなんだっていう感じ。でも一番いいって言われてるのは日本人だとごま油とかがいいらしいよ。なんか健康志向の人ってサラダ油使わないんだよ。ごま油めちゃめちゃ使うの、オリーブオイルと。俺はごま油はいいと思ってる。思ってるだけだからね。俺学者じゃないからあんまり鵜呑みにしないで自分で調べてほしいけど、そう、油のことに関しては今勉強中。ただノンタンも言ってた、サラダ油はダメだって。動物性の油はガンガン取った方がいいと思ってる。魚とか肉とか、油ばっかり食っても体おかしくなるけどね、適量ね。あ、ガチャヒロさん久しぶり、オメガ3、質問全然いいよ。質問いいですかっていうか、質問をするために俺枠開いてるから。だいたいね、質問いいですかってくだりね、結構めんどくさかったりするんだよね。インカインチオイル、私は薬飲んでますが、ソラナックス、ワイパックスという薬が認知障害になってる方ないかな。難しいね。薬に関しては俺医者じゃないから全然知識がない。セクハラの範囲か、面白いな。ガチャヒロさん、団子ありがとうございます。咳はだいぶ治ってきたけど、まだもうちょい治ってる。あ、治ってるじゃない。もうちょい残ってるから、もうあと1週間で完治するなっていう風に思ってる。もうノンタンのおかげですね。薬持ってきて栄養剤バンバンくれてるから。俺はセクハラの範囲っていうのはもう結論一つ。相手がセクハラだって感じたらセクハラ。何やってもセクハラ。これはね、どういうことかっていうと、こういうこと。超イケメンの憧れの何々くん優しい。家の前でずっと待っててくれた、かっこいいって。超嫌いなやつお前ね。何々くんキモい。私の家でずっと待ってるの怖い。警察呼ばなきゃって。これが現実。何々くんから、すごい手紙もらった超嬉しいって。私こんなにあんなにかっこいい人の手紙もらったの初めて。いや気持ち悪い、聞いてって。何々くんから手紙もらったんだけどセクハラじゃないって。キモーい。これが現実。セクハラだと思われたらセクハラ。かっこいいやつは何やってもセクハラじゃなくてかっこいいって言われるの。私の上司がセクハラで訴えられた。ほうほうほう。ケースを見てみないと分かんないよね。でも基本的にはセクハラで訴えられたってことはセクハラだと思われるような言動をしてたわけだよ、絶対に。でしょ、被害を感じてるわけだから相手が。だからね、その要はね、セクハラしちゃう人ってね、要はね、相手空気が読めない人なんだよ。お父さんから手紙もらった嬉しいって、なるほどな。難しいよな。例えば誰が言うかなんだよ。福山雅治が下ネタ言ってもお茶目ってなるんだよ。福山さんって下ネタ言うんだ、意外ってなるの。
だけどなんかバナナマンの日村が下ネタ言うとキモーいってなるでしょ。要は自分のキャラみたいなもの分かってないんだよ。ファイルで胸ツンツンして思いっきりセクハラだね。思いっきりそれはもう逮捕レベルだよ、うん、確実に負けるよ。もうアウトアウト、確実にアウト。っていうか基本的にモテないやつがやるのね、セクハラって。要は相手がされて嫌なことをやってるんだよ。で相手がされていいことができるやつっていうのはセクハラなんか絶対起こらない、うん、そう、それはねもうアウトです、うん、絶対アウト。女性に対して失礼、うん、絶対ダメ。もう考えられないね。俺もう注意するレベルだもん。どんなに末端社員でも言うよ、セクハラですよって、やられますよって。絶対モテないやつがやんの、うん、分かってないんだよ自分のキャラクターを、うん、モテるやつはそういうことしないから絶対、うん、あ、うちリップ全然 OK だから。リップ金じゃないよ。むしろ俺はリスナーさん同士の交流は全然ありだと思ってるから、リップは全然飛ばしていいっすよ。うちはリップ歓迎です。ただあんまりその放送で関係ない話題とかになってたらやりづらいから注意することあるけど、最近元気とか始まったらいやいや DM でやれやってなるから、そういう感じじゃなくて話題に沿ってることで情報交換する分には俺はすげえいいことだと思ってるから、リップ大歓迎です。私の中、私の中1の娘が和道さんのメガネかけた顔好きらしいです。ありがとう。見てる娘、名も知らぬ娘見てるか。メガネ取ってやるよ。なんかねメガネを取った方がいいっていう人と、あのメガネを外した方がいいってすごい分かれるんだよね俺の配信。女の人はねメガネいいからかけてっていうのと、メガネを外してくださいってすごい言われるの。どうすればいいのかなと思って。あ、山井さんこんばんは。抗うつ剤は飲んだら物によっては離脱症状、地獄の始まりらしいね。だって麻薬だもん。うん。和道さんもアイコスに変えたらどうですか？だいぶ肺へのダメージ。俺は肺にダメージ、死に向かってるの。なんか勘違いしないでほしいの。俺ぐらいの肺炎化になると、俺は死にたいから吸ってるんだよ。病気になりたくて吸ってるんだよ。なめんなよっていう、うん、俺は肺にダメージを与えたくて吸ってるの。それが快感でたまらないの、うん、なぜその俺の喜びを奪うんだっていう、うん、わけわかんないでしょ。片目だけ片目だけ稲子みたいなんだよ。わかんない、うん、でもあの片目のこういうアニメみたいなのあるじゃん、ここにこうつけるチェーンつけるやつ、あのここにはめるやつ、あれ彫り深いから外人できるんだけど。禁煙したいけど寂しい気持ちは残る。俺禁煙なんか絶対やらないよ。風邪ひいてもタバコ吸うし、全然多分ね肺炎で死ぬよって言われても全然吸うと思うよ。俺ポリシー持ってるから、ポリス持ってるから。あの羊がそう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 、あのここにねはめ込むんだよ。だから彫りが深い外人用に設計されてんのあれ。でもねみんな気づいてないんだよね。メガネをかけてるからメガネが外した方がいいんだよ。わかる？メガネをかけてなかったらただの普通の顔の。メガネない方がいいのはメガネがあるからなんだよ。だからメガネが好きな人もメガネが嫌いな人もメガネかけたら勝ちなんだよ。だからみんな男は伊達メガネかけろ、うん、この理論絶対合ってるでしょ。かけたもん勝ちなんだよ。そう、だからこれはね俺ねスラムダンクの小暮くん理論って言ってんだけど、パーンって弾かれた時の大人になれよ三井っ
って言った時のメガネくんめっちゃイケメンなの。普段メガネくん冴えないの、こんな感じで冴えないんだけど、三井にバーン殴られた時の大人になれよ三井っていう、わかるでしょこのメガネくん理論。これスラムダンク読んでる人だったらわかるって全員言うんだよ。そう、メガネはかけた方が勝ちだから。そう、伊達メガネはねいいんだよ。メガネはほんと印象を変えるから。そう、好きな人には素顔を見せない、あー大事だね。うん、都内の喫煙者に対する迫害に負けちまったよ。あーもうひどいよね、本当に本当にすごい喫煙者に対するいじめは本当におかしいと思うよ。なんかね狂ってるよ、なんか、うん、狂ってる。俺これ本気で言っていい、これマジで前々から思ってたことがあるんだけど、これ本気で言うね、酒の方がやばいから。あのね、これは体に悪いとかそういうことじゃないの、酒の方が迷惑確実にかけてるの、間違いなく副流煙なんてもんじゃないの、酔っ払いのひどさ、酔っ払いの方が人殺してるんだよ、人殴るし、で酔っ払ってますから覚えてないです、ふざけんなよ、俺いくら吸っても覚えてるから、タバコいくら吸っても覚えてるから、やったこと。酔っ払いは本当に嫌い、俺心の底から軽蔑してる、酔っ払いだけは。覚えてない、暴れる、暴言を吐く、下ネタは言う、清純になる、本当に酒はダメ。あのね、タバコどころじゃない、本当に酒は害悪。これどう思う？俺本気で思ってるよ。タバコは人を殺さないんだよ。ただ、吸わない人からしたら臭いとか煙はわかる。それはわかる。ただ、体に悪いとかもうほんと言い過ぎ。酒の方が絶対体に悪い。うん。そう。酒癖、女癖、ギャンブル癖、死ななきゃ治らない。うん。いや、いいんだよ。別にタバコを吸ってもいいんだけど、タバコのこと言うならまず酒をなぜ取り締まらないんだっていうのが俺の持論なの、うん、最高の麻薬だよね、本当にすごい麻薬だと思うよ。全然飲んでいいんだよ。ただタバコだけをそのピックアップしてなんかいじめてるのは俺どうも許せない。まあポイ捨てはダメよ、ポイ捨てはダメよ。だから携帯灰皿持っちゃいいじゃん。ただねちょっとやりすぎだよ、いくらなんでも。うん、臭いのも100わかる、煙いのも100わかる。だけどレストランとかももう吸えなくなるんだよ、居酒屋も吸えなくなるんだよ。意味がわかんないよ、うん、意味がわかんない。いつからその国が民事に関与するようになったの、この国は。これはやりすぎ。それは民間の企業が勝手に、うちの店は全面禁煙ですからでいいじゃん。何をやってんだよ。酒は規制すると確実に裏の人間が幅利かせてもっとやばいことで。そうそう、禁酒法の例を言ってるんだよね、カブニートは。実は禁酒法っていうのが制定された時にどうなったかっていうと、闇の酒がのさぼったんですよ。密造密造で全然減らなかったのね。そう。だけど、それは、その、おかしいでしょっていう。ガンジャを合法にしてほしいのは無理だろうけど。いや、ガンジャは合法化されます。ブハ、これ予言しておくね。ガンジャは絶対合法化される。要はこのタバコを規制する流れって実はアメリカからの圧力なので、これの次の段階にガンジャ合法化なの。だからマスコミ見てみなよ、ガンジャって実は体にいいらしいみたいなことやり始めてるじゃん。要はね、ゆっくりゆっくりその国民の意識変えてるんだよ。もうアメリカの言いなりだから、絶対なるから、20年以内に。これ予言ね、絶対なる、マリファナは合法化。そう、アメリカがこんだけ動いてんだから絶対なるよ。オリンピックの影響ある。そう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 、そういうこと。そういうこと。そういうことです、山井さん。そう。マフィアの位置ができた。うん。昔アメリカ人がエスキモーにある中にさせて毛皮を安く交渉してたらしい。へえ、面白いね。うん、俺でもね、なんかね、グローバル化もいいんだけどな。なんかね、でもね、
日本人が日本なんかね、なんつんだろうな、難しいよなこれは。例えばね、イスラム教の国に行ったらさ、この服をこうしなさいとかあるじゃん。なんでその外人にすり寄ろうとするのか分かんなくて、日本は日本のルールでいいじゃんって。その外人が来た時に、あ、日本ってこういう国なんだでいいじゃん。なんで外人のルールにそんな、日本は日本でいいところいっぱいあるのにさ、なんだろうね、なんか俺はそのもっと誇りを持ってほしいし、なんだろうね。本日の話題は何でしょうか。アイテムが欲しいからの、アイテムいっぱいもらってからのダイエットの話になり、タバコの話になり、もうぐちゃぐちゃですね。話したいことが話題ですよ。大麻合法になったら何遍も大麻で捕まって今服役してる人は恩赦されるんだろうか。そこも難しいところだけど、一応大麻っていうのは所持だけなんで、所持と販売が禁止されてんのね。だから吸うことに関しては違法性はないんですよ。変な法律なんだけど。夏は浴衣とかさ。なんか番組でヌードルハラスメントがどうたらこうたら言ってきた。殺意湧いた。何それ、ヌードルハラスメントって。まあ、イルミナティっていうかね。外国の力がなかったら日本は生き延びれないから外国に合わせてるんじゃないかな。それね、大きな間違いです。実は思い込みなんだよ。日本って内需で回ってるの、経済。意外と知らないんだけど、経済の内需で調べてみて。実はね、外資でダメージなんか負うのトヨタぐらいだから。本当に、本当にトヨタだけって言っても過言ではないぐらいなんだよ。うん。あ、メンスする時の音？そう、それなんかさ、日本人はずっとすすってきたんだよ。でしょ？日本人はずっとすすってきたのに、外人が嫌だからっつって、ラーメン食うな！ラーメンを食うな！食いに来るな！不快なら。と思わない？いや、その代わり俺らが海外に行くときはパスタすすらないから、守るから。ここは日本なんだよ。パスタとラーメンは違えよ。だから向こうに行ったら向こうに従うよ。それ失礼じゃん、マナー違反じゃん。だけど、なんで向こうのルールをこっちで合わせるの？例えば、じゃあ、アメリカ人がオリンピック来るからっつってみんな土足で入り込んできたら怒るでしょ？いや、俺らの国そういうルールだからって。知らねえよ、ここ日本だよって。あと、俺日本に来る外人に言いたいんだけど、日本語で喋ってこいよ。なんで英語で話しかけてくんだよ。英語喋れないの？みたいな。当たり前だろ、ここ日本だぞ、バカ野郎。思わない？何？日本語で勉強してこいよ。俺らは英語勉強していくじゃん。めっちゃわかるでしょ。だから、そこを堂々としてほしいの。日本の文化ですよって。それと誇りがないんだよ。自分たちが西洋人だと思ってるんだよ。俺の幼馴染ラッパー20年やってて、今マリファナ抜きするために、三重県の伝送の売店で働いてる。ほうほうほう。合わす必要ないと思うんだよね。なんか、ヌードルなんとかとか言うけど、俺ら別にパスタ、ね、そう、白人の勘違いつうか、いや別にラーメンすするよっていう。ただ、ラーメンすするよ。どう考えても。そう。なんか、じゃあ日本に来なくて結構ですよぐらいにしていいと思うの、本当に。絶対来るから。絶対ラーメンすったらめっちゃうめえってなるじゃん。ていうか、どうやって食うんだよ。なんかやだよね。なんかやだ。譲り合いの心が必要ですが、基本は日本ルール。そう。それが文化なんだよ。それが文化なんだよ。文化を守るっていうことをもっと考えようっていう。っていうかね、日本人はね、俺アメリカ行った時に気づいたんだよ。これさっきもラジオ放送で話したんだけど、アメリカ行った時俺もう痛いっていうほど日本人っていうことが分かったの。っていうのも、俺らは無意識にアメリカ人と対等だと思ってんの。無意識に思ってんの。洋服とか文化とか違うんだよ。向こうからしたらジャップだから。本当に差別されるんだよ。格下なの。黒人以下なの俺らって。
だから打ちのめされたよ、中学生の時。あ、俺ジャップなんだって。そう、その時に粉くそって思ったもん、うん、俺はすするよ、うん、英語喋れる人から言わせればジェスチャーとかで伝えられるじゃん。 I don't know とか言って逃げて、外人からしたら英語喋れるじゃん的な。俺だから日本語で喋るもん基本的に、外人には。ただ海外行って外人と喧嘩する時の解散、あ、めちゃめちゃ強いよ関西弁は。だって関西弁は強いよ、うん、はい、風船でごめん、風船100個ありがとう、かぐれちゃん。心の底から見下してるかな。もちろんそうじゃない人もいるけど、俺びっくりしたんだけど、中学生だよ、シルバーアクセサリーのショップに入ったの、誰もいないんだよ客、入ったの、おばさんのね、スパニッシュかなんかのおばさんに、俺本気でやられたんだよ。中学生だよ、ババアに、おばちゃんに45、6のババアに太った、マジでやられたんだよ。いや、もう笑い事じゃないよ、殺意湧くよ本当に、差別受けると。マジでやられてみ、本当ぶっ殺したくなるよこれ、マジで笑えないから、これマジでやられたから、あ、これ差別だと思ったよ本当に、うん、マジで売らないかんねあいつら、チャイナマンとか言われた、ふざけんな一緒にすんなって言ってやれ、侍だっつってやれ。あ、それはね、醤油臭いのは本当な、外人も肉臭いし、韓国人はキムチの匂いするんだよやっぱりね。その日本に帰ってくると、空港も、海外長い人だと日本に空港に降りた瞬間醤油が匂いするんだって、それ本当らしいよ。日本人はその醤油のやっぱ匂いがするっていうのは本当らしい。俺らは気づかないんだけどね。韓国人がキムチの匂いするのは本当じゃん。これ差別で言ってるわけじゃなくて、食文化だから絶対するんだよ。それこんだけ醤油食ってたら体醤油になるわな。それはしょうがないよ、うん、スパニッシュきついぜ本当に、うん、日本っていうのがいかにいい国かだよ、うん、コケイジョンは仕方ない、中国も韓国も。あと何がショックだったかって、東洋人に見るとなんて言われるかって、これみんなねマジでショック受けるよ。チャイニーズ、コリア、ジャパニーズって言われるから、ジャパニーズ最後だかんね、チャイニーズ、コリア、ジャパニーズって言われるよ。俺ら中国人よりも韓国人よりも上って無意識に思ってるけど、よくよく考えると向こう、もう海外のどこにでもチャイナタウンってあるんだよ、ジャパニーズタウンってないんだよ。でコリアの方が浸透してるの、コリアンタウンもあるから、日本人がいかに浸透してないかだよ。で日本って何が有名なのっつっても、トヨタ見て、あれ日本の車じゃんっつっても聞かないから、いやアメリカの車だよって言われるよ。でもっとびっくりするの、ソニーとかプレステ見て、いや日本のメーカーじゃんっつって、バカアメリカのメーカーだよって本気で言われるからね。じゃあ日本のメーカーって何なのって聞いたの、そしたらびっくりする答えが、カメラだって言われた。キャメラだよって、日本はキャメラの国だよって言われて、と思って、キャメラのポケモン、ポキモンって言われた。みんなね、なんかね、K の発音がキなんだよね、なんか、ポキモン、ポキモンって言われたよ。なんだみたいな。そう。頭のアルファベット順に言っただけじゃない？チャイニーズ、コリア、ジャパニー。いや、多分ね、そういうの無意識にあるんだと思うよ。うん、やっぱチャイニーズの方が一番多いし、うん、顎に打ち上げ食らわしたい、うん、花火ありがとう、匿名さん花火ありがとうございます、あざす、来た来た、これ来た、これありがとうございます、助かります。よいしょ、メイドイン USA ナンバーワン、メイドイン USA なんか一つもねえじゃん今。メイドイン USA のものってある？俺久しく見ないよ、昔あったけど、今アメリカって何も生産してないからね、うん、本当にないよメイドイン USA なもの、うん、生産をしてないんだよ、うん、GDP を消費で回してる国だから。 K と J 写真番逆自分で突っ込まないでよ、うん、花火で喜んでるんだ中国以下、どういうことどういうこと、うん、のんたん今くしゃみした？
はい、いってらっしゃい、神楽ちゃん。いや、面白いよ、異文化は。ただ、日本に帰ってくると、日本の文化レベルがいかに高いか分かる。本当に日本が最強だから、マジで。本当、俺らが当たり前に感じてることがいかにすごいかだよ。だからアメリカ人とかって、本当海外に行く人ってほとんどいないんだよ。逆に海外からアメリカに来るとすごいっていうね。日本やばいっていう。何がやばいって、まずね、そのお菓子のパッケージがすごいって言ってた。なんかコアラのマーチ100円で売ってるじゃん。もう本当に女の子とキャッキャ言うの。かわいいと。日本のかわいいってこういうこと。キュートとは違うんだよ。要は、あのね、本気で言うんだよ、これ。コンビニのお菓子とかブワーって並べて、もうキャッキャ挟むの。コンビニでこれとかスーパーでこれっつって。で、何がすごいって、誰が書いてるのっていうの。コアラのマーチとか、このビスケットに、これ誰が書いてるのって。もう超かわいいと。で、パッケージとかに全部にキャラクターがあると。ポケモンみたいなキャラクターが全部にあると。なんでこんなことができるのっていうのと、あと味、味を食うと、俺本気で笑ったんだけど、どこのパティシエが作ってるのって本気で言うのよ。アメリカ人のパッケージってキャラクターもさ、プリングルスぐらいじゃん。で、原色のバってやつにロゴがバーンってある感じなんだよ。で、もう無機質なの、棚が。カラフルなんだけど。だし、その、なんだろう、キャラクターが確かに異常に書いてあるんだよ。日本の、そのお菓子の袋とかって。だし、味も雑なんだよ。もうダイレクトでバーンってうまいって感じなんだよ、向こうのって。だけど、本当に繊細な味がするんだって、日本のお菓子は。ほんと、高級チョコレートみたいな。それは言われて気がついたよね。もうすごいと。もう日本人はいちいち可愛いと。日本人の作る商品は。確かに、その、どの海外の商品見てもさ、お菓子にあんなキャラクター、可愛いキャラクターなんて書いてないもんね。うん。ジョーブログさんいらっしゃい。BGM 変える、BGM 切ろうか、じゃあ。うん。いや、すごいよ、本当に。すごい、マジで。ホテルはさすがに泊まらなかった。ホームステイだったからわからなかったけど、まあ、日本のね、サービスとか、すごいいいっていうもんね。うん。だから日本人に今必要なのは、ズーズーしさだと思うよ。正直。ズーズーしさが足りないんだよ。謙虚すぎるんだよ。控えめすぎるっていうか。いや、あのね、なんだろう。裏目に出てる感じがする。日本人のキスの、もともと良かった察する心とか、その、おもてなしの心とか、その、和の尊さみたいなのが全部裏目に出て、内気になっちゃったりとか、コミュニケーション取れないとか、なんつうの、物を言えないとか。あれって本来はさ、その、相手の心を先読みする能力があったから、言葉が必要なかったんだよ、日本人って。だけどね、そういうのがね、全部裏目に出て、もうわけわかんなくなって、西洋文化が急に入ってきてわけわかんなくなってるような気がするよね。俺はそういう風に感じてるよ。結構、マジで。あ、日本人全員鮫島になったらアメリカ以上の国作れると思うよ。多分世界最強の国作れると思うよ。本物でも偽物でもどうでもいいでしょ。本物でも偽物でもどっちでもいいよ。ジョーブロも面白いよね、あいつ。ずうずうしさわかる。日本じゃ厚かましいけど、向かうじゃただの自己主張だもんね。そう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 。だから、その、自分たちに誇りがないんだよ、多分。自分たちのこれだみたいな強みみたいなもの。アピールが下手なんだよね。で、厚かましさになっちゃうから。そう。厚かましいぐらいがちょうどいいと思うよ。日本人とちょっと言い過ぎじゃないぐらいの。日本人の美徳が裏目に出てんだよ、全部。それでも俺は日本好きだけどね。資本主義の歪みっつうかね、俺はね、まあさっきも話したんだけど、資本主義は素晴らしいんだよ。資本主義がなかったらここまで発展しなかったの。だけどね、共産主義になれって言ってるわけじゃないよ。社会主義になれとも違うの。そこを頭柔らかくしてほしいんだけど、あのね、今、本来の資本主義って何で生まれたかっていうとさ、特権階級とか既得権益を壊すためにフラットにしようぜっていう発想から出てんのよ。
で、努力したものが報われるからいいよねっていうのが資本主義の最大のその平等の精神から来てるんだけど、ここまで格差社会が広まると資本主義が逆に特権階級を作っちゃってるのよ。要はその不動産とか親から引き継いだりした金持ちを金持ちで金を回して維持できるようになってるじゃん。それってさ、資本主義の本来の精神とは違くないっていうのが俺の考え方なんだよ。それどう思う？しよう。これはそのね、政治が悪いっていうのが、席を譲らないっていうよりも新しい貴族階級を作っちゃってて、しかもそれを、立ちが悪いのは、昔は貴族は貴族ってやったから、その階級社会だったから、平民は平民の楽しさみたいなのがあったんだけど、俺ら見えない階級じゃん。その表向きは平等っつってるけど全然平等じゃないから、建前と本音がもう裏返っちゃってるんだよ。俺は だったら逆にもう貴族階級作らないっていうのが俺の提案。もうここまでやるんだったらもう貴族階級でいいじゃんっていう、復活しようぜっていうふうに思う。うん。あ、西成配信っていうか海外の配信して有名な人だね、ジョーブログは。WW3 ってなんだろう。そう、政治なんだよね、今日本が行き詰まってるのは。っていうか政治家がそのビジネスマンと同じ、企業の経営と同じ発想でやってるからダメなんだよ。国家の役割っていうのは富の再分配だけなんだよ。お金って消えてなくなるわけじゃないから。会社とか家計の考え方だとお金って消えるんですよ。自分から離れたら関係ないっていう考え方合ってるの。企業も利潤同義だから、自分の会社にいかに金をストックさせるかで合ってるんだよ。ただ国家がそれやったらダメでしょって。血液の循環止まるんだから。国家はいかにそのバランスを止まってるところから、詰まってるところから取って、それをばらまいてぐるぐる回した方が国がでかくなるんだ。この理屈がね、もうね、政治家が分かんなくなってるんだよ。もう終わりだと思うよ、日本は。うん。金で金儲けって生産的じゃないよ。全く生産的じゃないよ。うん。ワールドウォー3、第三次世界大戦。第三次世界大戦は起こらない。起こらない。うん。なんだっけ、なんかの、誰だっけな、誰かの予言で、その第三次世界大戦はどういう戦争になるかがわからないけど、第四次世界大戦はわかるって言ったんだよね。それは人類が滅びるって言ったんだよね。再分配、そう。搾取を犯罪にしたかったのは愚か。だってさ、知ってる？みんな、不動産で利益を出すのってこの国って違法なの知ってた？要は家賃っていう制度って実はこの国で違法なんだよ。知らなかったでしょ。違法なんだけど、なんで取り締まれないか、なんで放置されてるかっていうと、罰則がないの。違法は違法なんだよ、実は。だけど罰則規定が一つもないの。なんだその法律っていう。要はもう既得権益なんだよ。昔から分かってることなんだよ。そうだけど、もうこれはしょうがないよ。うん、もう言ってもダメ。言ってもダメ。多分これは経済の理屈とか国家の理屈をちゃんと分かってないと意味分かる人がいないと思うんだよ。例えばね、その企業に関して一番いいのって、これちょっと話していい、小難しい話、5分で終わるけど、ちょっとこれは理解してもらいたいの。みんなが経営者の立場になってもらいたいのね。みんなは社長です。でね、例えばこの缶ジュース1本作るのに100円かかるとね。じゃあこの利益率っていうのは10円だとするね。100円で10円儲かるの、1本作ると。そうした時に、じゃあこれのね、利益率を上げて生産率を上げるっていうことは、従業員を安く雇って、要はコストを下げるの。従業員を安く誘って多く働かせた方が生産力、要はコストが下がって、さらにこれを作れる本数っていうのが上がるでしょ。これは経営者としては正解なの。だけどこれは企業がブラック化していくのよ。この理屈はわかるでしょ。会社経営者としては正しいけど、従業員側っていうのは不利益を被るの。だから給料安くなって倍働く理論だから。で、今度国家がこれをやると潰れるっていう理屈わかる？なんでかっていうと、これっていうのはライバル会社を蹴落とすための理屈なんだよ。要はなんでこれが市場で許されるかっていうと、消費者は安くていいものが手に入るからっていう理屈なの。これが資本主義の大原則なのね。要は生産者は不利益を被るけれども、実は市場に落ちる、これを購入する側になると安くて一番いいものが手に入りやすくなる世の中なの。ここまでは OK じゃん、そういうルールだから。
だけど国家がなんでそれをやっちゃいけないのかっていう理屈になると、あのまず従業員の給料を半分にすると、要はなんて言えばいいのかな、あの会社経営としては会社がどんどんストックされるんだけど、血の循環が悪くなるんだよ国家単位で言うと。だって従業員の給料半分になって倍働かせるわけじゃん。で全員がそうなっていくと血が回らなくなるっていうの分かるかな、分かった今ので。国家単位は逆なんだよ。国家っていうのは従業員の給料を増やさないといけないの、じゃないと血の巡りが回らなくなるんだよ。分かるでしょ。だから実は企業の側と国家の側って考え方が真逆じゃないといけないの。だから簡単に言うと、国家、要は企業とか国全体が良くなる理屈っていうのは、国側がちゃんと儲かったら給料を上げなさいとかやらないといけないんだよ。で労働者側も春闘って言って労働組合作って給料上げないと仕事しないぞってやるじゃん、海外ストライキって言うんだけど、あれを日本人は全くやらないんだよ。で政治家もあの既得権益と結びついてて政治家が儲かっちゃってるから、要は政治家を維持するためのスポンサー料っていうのを企業のトップからもらってるでしょ。だからもうぐっちゃぐちゃになってるの、民主主義じゃなくなってるんだよ簡単に言うと。生存権の無視とまでは言わないけど、それを国民が理解してたらちゃんと民意に反映されるじゃん、選挙だから。だけど国民がもう骨抜きにされてんのよ、考えなくなってるから。選挙にそう、頭のいい若い人たちが選挙で負けちゃう理屈なんだよ。だからもうね、官僚にやられてるんだよ多分ね。相当昔の官僚超頭いいんだよ。そう、これはね多分ね、30年前、50年ぐらい前の官僚が俺は意図的にやってると思う。この少子高齢化とかも骨抜き政策、要はねバカにさせてんの、国民を愚民化運動なんだよこれ。日本人が最も嫌う、日本っていうのは何がすごかったかっていうと、国民のレベルが超高かったの、意識レベルが。だから国がガンガン回っていったの、知識レベル超高かったんだよ江戸時代まで水準。そう、野球チームでも全然そうするよ、試合やんねえよって、日本じゃ考えられないじゃん。だからもうね、要は日本の教育でもう奴隷をいかに作るのかっていうのをね、もう徹底的にやられてるから。だってさ、税金は強制的に徴収するのに、国のサービスである生活保護とかを受け取り方教えてないでしょ。で何を教えるかっていうと、憲法は三大義務を教えるんだよ。納税、教育、勤労って教えるでしょ。憲法って本来は国家側が守るものって教えるのが普通なんだよ、海外のスタンダードなのね。だけど唯一の国民側にある規定の3つだけ教えるでしょ。バカでしょ本当に。若いやつを少なくして年寄り増やして票数獲得も意図的、絶対意図的にやってると思うよこれは。だからもう日本滅びるシナリオだよこれ。官僚めちゃめちゃ頭いいと思うよ、これ作った、このシステムを作った官僚はめちゃめちゃ頭いい。だけど日本が滅びるシナリオだよこれは。だから俺、日本の官僚が作ったんじゃなくてアメリカ人が作ったんじゃないかなと思ってんだよねこれは。生活保護悪っていう、そう生活保護って生存権で、俺らはさ生まれた時から税金を払い続けるんだよ強制的に。で税金払わなかったら逮捕までありえるんだよ。それくらい国家の強制力があるのに、貧乏の人にはじゃあ強制的に振り込めよって思うの。それが約束じゃん国民との。いやーうちの国は自由なんでって、申請しなかったらもらえませんよって、おかしいだろと思わない国民。だからね、国家とは何なのかっていうのも教えてないから国民は気づかないんだよ。生活保護ずるいってなっちゃうの。これは洗脳されてるんだよ国家に。これはね本当に問題だと思うマジで。だからみんなベーシックインカムの方に逃げちゃうの若い子たちは。違うんだよ、日本には生活保護があるからベーシックインカムいらないんだよ。ベーシックインカムの方がいいの。だってお金持ちにお金配っても意味ないんだから、インフレが加速するから、結局貧乏人は貧乏人のままなんだよ。この理屈をねもっと知ってもらいたいの、国に騙されるなよっていう。ちょっとこれ話しすぎると荒れるんで元に戻します。普通の会話しましょう。これはね多分ね、あのちょっとねいろんな理屈をね知ってないとダメだと思う。そうトントロさんの言う通りで、強制的に配ればいいの。そしたらベーシックインカムいらないんだよ。そう、もう収入とかわかるわけじゃん、マイナンバーとかで。でこの人明らかに少ないっていう分を振り込めばいいの。そう、だから田中角栄がいかに偉大だったかわかるよ本当に。俺田中角栄はマジでやばい政治家だったっていうのがよくわかる、だから権力で刺されたんだけど偉大だよ本当に、庶民の味方。
だから土建でさ回すっていう経済ぶん回すっていうのは天才的な発想だと思うよ。まあ今やったらアホだけどあの当時の政策としては神がかってるよね。各家はもう本当に天才だと思う。生活保護の話すると患者要はね、俺はそれをアレルギーって呼んでるんだけど、生活保護とかその政治の話になるとアレルギーを起こす人がいるの。言葉を聞いただけでもううわーってなる人、アレルギー反応でしょ。俺はアレルギー反応は絶対抑えないといけないと思ってるの。言論ではいろんなところでアレルギー起こす人がいるんだよ。特にそのネトウヨの人とかは起こりやすいんだけど、もう一回洗脳されないで一回フラットに聞いてみてって。俺は別にその右翼でも左翼でもないよって当事者として分かったんだよ、生活保護のっていう。一回聞いてもらいたいんだよ。今の日本にはリーダーがいないよね。あのね、リーダーが必要ないのが日本の政治なんだよ。要は官僚が回してるから誰でもいいんだよ。そうだからこそ難しいんだけど、それくらい優秀なシステムなんだよ本当に。だって国家を回してるの官僚でしょ。政治家が誰になっても回るんだから、年に1回首相が変わっても回るんだよこの国。それはもうあれじゃん、民主党の時嫌っていうほど分かったじゃん。そう、それくらい骨抜きにされてんだよ。だからパフォーマーだから政治家っていうのは。だから官僚に幅利かせるような強い政治家が今必要なんだけど、そんなのいないんだよ。だから既得権益に飲まれちゃってん、うん、俺がだから政治家になった時に一番優秀なシステムっていうのは、俺が政治家になった公約っていうのは24時間ぶん回すっていう生放送で本当にみんなの民主主義、もう要はアンケート機能だよね。それが本当の民主主義でしょ、うん、アンケートで決めちゃおうっていう。本当に面白くなると思うよ。民主主義って実は最高の選択をする理論じゃないの。最高の選択をさせる投票制度だったら頭のいいやつだけにやらせた方がいいのよ。だけど、まあ、知っての通り人類っていうのはバカの方が多いんです。だからバカの代表者を選ぶ政策をやるのが実はその民主主義だっていう、その民主主義の欠点みたいなことを理解しないといけないんだよ。うん、古市も日本にリーダー不要論言ってたが、日本の制度のいいところは官僚制度なんだよ。ただその官僚制だからね、そこも恨みに出てるんだよね。そう、日本には今の現状、日本にはその政治家もいらないしリーダーもいらないんだよ、うん、だから本来政治家って何をやるのが仕事かっていうと、財政、要は金がこれだけ予算があってどこに割り振るかっていう予算決めなのね。ともう一つある、それは何かっていうと政策を打つことなんだよ。あと投票、この3つが仕事なのよ。政策出してる政治家いる？日本で。この法律出します、この憲法を改正しますって言ってる人いる？これ政治家の仕事なんだよ。大事な、全部官僚が作ったカンペを読んでるだけでしょ、うん、つまり民意が全く反映されてないんだよ。だって官僚を選んでないじゃん俺ら。正解と。だからみんな騙されないで聞いてほしいんだけどね、インフレになって誰が一番得するのって言ったら公務員だから。あ、じゃあデフレになって誰が一番得するのって言ったら公務員なんだよ。公務員の地位がバブル崩壊してからどれだけ上がったか知ってるでしょ。そう、わかる、うん、フグちゃんたった1日でふわっと30万以上稼いだね、はてなマーク。俺に聞くの？稼いだね、知らん、知らないけど、まーちゃん、うん、それはフグちゃんに聞くべきでしょ。稼いだのって俺に聞くの、うん、正解と納得の違いが民主主義、うん、そう納得なんだよ、納得の理論なんだよ、うんうん、思わない？だってフグちゃんはたった1日でふわっちで30万以上稼いだね、なんで俺に聞くの俺フグちゃんじゃねえよ知らないよっていうで、おそらくなんだけどまーちゃんっていう人は答え持ってるでしょなぜ俺に聞くんだろうね、うん、よくわからない謎理論。多分俺が悔しいっていう顔が見たかったんだろうけど、あいにく俺他人に全く関心がないの。誰がどこで稼ごうが俺の知ったこっちゃないから
俺は今自分の稼ぎと自分のトークと自分のリスナーさんのために一生懸命やってるから、他がどう稼ごうか知らん。おそらく今100億円稼いでるやつもいるよ。100億円損してるやつもいるよ。知らん知らん。勝手にやれ。俺は俺のことやるから。知らん知らん知らん。多分広げたいっていうか、俺のこと悔しがらせたいんだろうけど、あいにく俺他人に全く興味ない。思った通りのリアクションなんか全然ね。俺はその誰々がふわっち1000個だろうが、アイラが700万稼ようが、俺は自分の風船1個のためにトークやるから、本当に他人に全然興味ない、知らん知らんだよ、まあよかったねだよね。わかんないよ、フグちゃんが俺にそれでアイテムくれるっていうならがっつくかもしんないけど、絶対くれないか。あ、っていうかフグちゃん結構俺にアイテム投げてんだ。忘れてた。フグちゃんね、ちょいちょい俺にアイテム投げてくるから。そう。ハート3個ありがとう。ゆかりいつもありがとう。ハート3個ありがとう。まあいいじゃん。囲われてるんでしょ、フグちゃん。フグちゃんはでもね、囲われキャラだから。すごいいいと思うよ。さあ、僕のことを囲ってくれるリスナーさん、アイテムラッシュお願いします。稼がせてください、皆さん。アイテムお願いします。慈悲の心で慈悲の心で僕にお布施をお願いします。あ、ゴディバ買ったよ、ありがとう。みんなこれ買った、これ明日会社に持ってこうと思う、会社のあの退職のお礼にゴディバ、あの高級そうだぜ、やっぱ伊勢丹で買ったからね、全然このほとばせる高級感、明日会社に持ってきます。あと職員の方にはね、社員の方にはこれをみんなで食べていただけると嬉しい。ゴディバ何回言うんだよ、何回言うんだよな、だって俺ゴディバ食ったことないもん。俺もゴディバしたいよ、全力でゴディバしたいよ。いい感じだね。喋ったな今日は。ゴディル。トラヤの羊羹も一回食ってみたいな。トラヤの羊羹ね、トラヤの羊羹もらえる人ってもう上流階級層でしょ。上流階級ですよ。マロングラッセとか、子供の頃裕福だったんだな。俺子供の頃好きなお菓子何って聞かれたら、俺本気でマロングラッセって答えてたの。いかにクソガキかわかるよね。超嫌なやつだよね。俺本気でマロングラッセが世の中で一番美味しいお菓子だって答えてたもん。いいもん食ってたな、裕福だったんだな、ブルジョワ階級だったんだね。いやー、なんかあれだよ、嫌なガキだったんだろうね多分ね。ラコステ着てたからね、小学生でラコステを着てたんだよ。ワニがここにいたんだよ、ワニが。マロングラッセ好きだったね。俺今でも好きなお菓子マロングラッセだけど、もう15年ぐらい食ってないよ。ラコステを着てマロングラッセを食べる配信者に俺はなるから、タワーマンションブランデーを転がしながらマロングラッセ食ってやるから、みんなにドリーム見せてやるよ。俺の家にリアトツ来たらマロングラッセ食えるんだ。そんな生活待ってねえかな。ヒカキンとかすごいんだろうね多分ね。多分あれだよ、おいおっさんさんいらっしゃい。多分あれだよ、ヒカキンは取材とか YouTube 用の冷蔵庫があって、セブンイレブンのこんなの食べてますって言ってるけど、自分の部屋の個室の冷蔵庫とかもステーキとかすごいの、なんか和牛とか出てくるんだろう。全然ちげえじゃんみたいな、庶民的アピールじゃねえかよ。絶対そう思わない。
だって石川紀之の家にリアトすると黒毛和牛とか出てくるらしいよ。みんなで食おうぜっつって5万円ぐらいの。配信者みんな震えるらしいよ。紀之さんパネーっす、早く紀之さんみてえになりてえっすっていう風になるらしいよ。俺でもね、そういう石川紀之のそういうなんかかっこよさってあると思うよ、うん、なんかその夢を与えるじゃん、うん、だから俺もね、若手の配信者が来たらね、コカ・コーラ飲んでんのっつって、あ、俺レッドブルとかしか飲まねえからってこうやって見え張るから、うん、あ、俺200円だから、うん、月収15万だからね、俺すごくね、配信で月収15万ってかなりのスターだからね、トップ配信者だから。俺だけどね、ちょっと引いたのが、野田総理がチャンネルの収入30万だったんだよ。俺ね、リアルにニコ生やめてよかったって心の底から思った。あんなストレス抱えて、あのくらいのキャリアがあって、あんだけの地位にいて月収30万かよと思って。みどりさんとか40万とかじゃん。ふわっち来てよかったと思ったよ。俺だって俺クラスでね、先月いくら？先月いくら稼いだ？先月25万だよ。なんかさ、もう完全に向こうの世界だから、野田とかは羨ましいだろうみたいな感じで多分拡散させたんだけど、全然羨ましくねえってなったよね。多分アイラとか、ふって言ってるよね。アイラ、野田通りのツイート見て。俺700万。もうね、ニコ生の悲壮感が半端じゃない、うん、マジでニコ生やめて正解だったよ。だからニコ生からフワッチに流れてくるんだろうね、一攫千金求めて、うん、だってフグちゃんさっき30万稼いだってコメントあったじゃん。野田総理の月収をフグちゃんが1日で稼いじゃうんだよ。やばやばいよね、やばいよな。でも多分野田来ても受けないだろうね。どうすれば和道さんみたいなシフトに、思考にシフトできる。和道さんみたいな思考っていうのが何を指すのかが分かんないな。例えばどういうこと？和道さんみたいなっていうのが分かんない。その客観的にどう見えるのかが分かんないから。ただ若い頃からネガティブな感情は俺はいらないと思ってる。俺は現代社会で特に日本で生きていく上には、そのネガティブな感情は必要ない。ネガティブっていうのは危機管理能力だから、危険がいっぱいのところ、ジャングルとかスラムとかで必要な能力だから、日本でまずそれってないんだよ。だからポジティブに生きた方がいいと思う。あ、俺ね、フグちゃんはね、全然フワッチめちゃめちゃ合ってると思うよ。フグちゃんは合ってると思う。っていうのも囲われキャラだから、フグちゃんはめっちゃ稼ぐと思うよ。それは前々から思ってた。フグちゃん絶対合ってるなと思って。囲われてなんぼだから、最近の配信者は。もう本当にもうヘイト集めても全然受けないよ。ニコ生だけだよヘイトで受けんの、うん、あんだけ叩かれてさ、月収30万とかさ、サンドバッグかよって。殴られ屋だよ現代の。殴られて30万だからね、精神ボロボロになる。フグちゃんはね、結構伸びるだろうね、うん。ワドちゃんも頑張りたいんだけどね。囲ってみんな。囲って。俺に夢をくれ。俺は新しい配信者に夢を与えるから。いや、合法的殴られ屋でしょ。完全に。完全に合法的殴られ屋だと思うよ。マジ。どう考えても。みんな大好きワドちゃんマンだよ、うん、じゃあそろそろ終わりにしようかな。ありがとうございました。私は明日の夕方をもってもう配信だけで生きていかないといけない超スリリングな人生が始まるので、超スリリングな人生が明日から始まります。本当に皆さんよろしくお願いします。僕は不安でいっぱいです。チャンネル収入が30万でも振り込みとか合わせればそんなもんじゃないだろうな。まあね、多分50、あ、でもね、いや、あのね、いや、いや、
いや俺はね、野田総理の悲壮感っていうか、そのリアルで何回も見てるから、金持ってるやつってオーラがあるんだよ。余裕とか空気みたいなのがあって、金梅さんとかやっぱすげえ、その現ナマで600万とかもらってるから、もうすごいのよ、金の使い方とか。新八丁とかもすごいの、もう本当にすごいの。だけどね、野田はいやーっていう感じかな。あのね、振り込まれないよ、ニコ生は。生ポなくなったの。俺あれだよ、今年入ってから生ポ抜けてるよ、マットちゃん。お疲れ、ブハさん、ありがとね。みんなたくさんアイテムありがとう。ワドはアイラに閲覧勝ってるだろ。毎月700万稼げるだろ。違うんだな。今の時代は閲覧数ではありません。閲覧の時代は終わりました。実は、かそってる方が稼げます。この理論はね。あ、全然、失礼じゃないよ。全然。何でも答えるから。生活保護はね、無事抜けました。みんなありがとう。じゃあみんなお疲れ。アイテムたくさんありがとうございました。みんな大好きだよ。ありがとう。お疲れ。おやすみなさい。また明日。明日から本当の配信者としての戦いが始まります。ありがとう。お疲れ。あ、フォローしてね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。